はい、え今回ですね、令和四年の司法試験の出題主の,の分析会ということでね、えやらせていただきます。レクテン専任講師の矢島です。どうぞね、よろしくお願いします。で本日はのレジュメ全部で二冊ありまして、で一つがあの問題文をただあの綴ってるだけのものと、あともう一つあの講師レジュメってことで、まあ私の方でいろいろ出題のしにですね、大事なところ線引いたりとかね、まあちょっと装飾したものあとそこの中に多少こう基本知識のあのその問題解くのに必要な基本知識をちょっとね挿入したりとかしてますんで、この二つあの両方使っていきますのでね、まあご準備いただければと思います。 と思いますね。でまずですね。あの憲法まあ、ちょっと順番にね。広報系民事系あの刑事系って形であの、えー、やっていきますけれども、まずえっ、ー、とこちらの講師講師レジュメの方を準備していただけますかね。出題の市レジュメ、ちょっとあの特定がまじ紛らわしいですけど、取材の趣旨レジュメっていうあの形でね、えー、なってますね。出題の詩レジュメね。ちょっとピントが過いません。はい、出題の市レジュメの方ですで、それのちょっと1ページをね。開けてもらいたいんですけど、1ページの冒頭になります。 でえー、今回、ね、この1個目の、まあ、ブロックのところなんですけど、まあ、2時間で7科目なんで、まああので大体1科目17分ぐらい,ぐらいであのやります、でこれであの趣旨って結構あの深いこと書いてあってでこれ全部、ね、あのこれやろうとすると浅い話になっちゃってでそうすると皆さん、今日ここに来ている意味がなくなってしまうんですよね。なのでちょっとこうお話しするところをちょっとピンポイントでこう絞ってで、まあ、今後の,あの皆さんの試験に役に立ちそうなところ、ね、そこにちょっと絞り込んであのお話をあのしたいと思ってます。必ずそののの翌年試、ね、試験に今度の試験にあの役にに今度役立つような、ね、ところを お話し,しますので、まあ、ちょっとでもあの吸収してもらえればね、ね何か今回のこの2時間であここだけはなんか記憶に残ったとか、まあ、そういうところがあればねあのいいんじゃないかっていう,ふうにあの思ってます。で2つ目の ブロックのところさっきお話したりあり、出題の詩って法務省で発表されてるんですけど、あのそれはね、あの別に何にも線引いたりとか、特にこう装飾がされてないので、まあ、結構こうね、あの慣れてないと読みづらいところがあると思うんですよね。で、私はあのそこ開業したりとか線引いたりとかしてるんで、ちょっと法務省が出してるものそのままではないんですけどね、まあ、そちらの方を使っていきたいとは思ってますね。はい、じゃあそんな感じです。あとちょっとね、ご連絡ってことで3つ目のブロックのところなんですけど、あのこれ、あの今度ね、採点時間の分析会を年明けにちょっとこうやりたいと思ってるんですけど、で それどういう趣旨かというと最終的に、ね、司法試験の令和4年度の問題をちゃんと自分で自力で、えー、そこを、ね、あの考える能力がまああのちゃんと、ね、今度皆さん試験を受ける時までに身についていればそれはあのかなり有利なんだと思うんですよねただ、司法試験で結構深くて一回、ね、やっぱその問題を見ただけだと、ね、多分その真の理解っていうのはできないと思うんですよ、ね、でそこで今回の,この出題の趣旨で、ま、ず最終的に、ね、その司法試験の,、えー、その出題を真に理解するための、まあ、第一段階の準備行為をしてもらうと今日のこ材の趣旨の,の分析会 そして2段階目の準備段階として今度採点時間の分析会をね年明けにあのやりますけどでそこはもうちょっと深い話になると思いますねで最終的に本当に深い話になるのがもう過去問を使ってあのちゃんとね本格的なあのお話をするあのちょっと有料講座になっちゃうんだけど矢島の最新去問山手講座っていう感じでやっていこうと思ってますまあ別にその有料講座受講しなくてもねあのこの無料で出題の種の分析会と採点時間のまあ分析会のところでちゃんとこう準備行為をしてもらえればあとはまあ自力であのそのね3ステップ目の ところは自分でやればいいので、まあ、とりあえずこう準備を、ね、するためにこうやって,るっていることを意識してもらえればと思いますね、そして何か今日、ね、1個,あのなんか1個でもこうなんか残るところがあれば、まあ、皆さんのプラスになったということで、まあ、いいんじゃないかという,ふうにあの思っています。さて、えー、では、ですね、まあ、最初に憲法から、えー、ちょっと、ね、お話をしていきたいと思っています。でちょっとこれ、同時に2冊、ね、使っていきますのでねうまい具合にちょっとこう机に広げておいてほしいんですけれどもまずね、ねこちらの取材の詩レジメ、まあ、私の講師レジメはね2ページ。 のところを開けといてくださいそれと同時にあの別冊子ね論文の問題文だけあのくっついてるえ冊子がありますのででちょっと問題文でね先憲法はね設問の形式をちょっとあのか確認していただきたいんですよであの 投資番号問題文のね、えー、と問題文レジュメの方は投資番号を振ってないんですけど、まあ、あの普通に法務省であの出てるる、ね、えー、通りのデータの順番で、まあ、広報系、民事系、刑事系で来てます、でえー、最初の広報系のところ、憲法、行政法の順番になってるんですけど、憲法とか行政法っていう、そういうあのタイトルが付けられてないんですよね、広報系の第1問とか第2問って形なんですけど、で広報系の第1問はあの憲法のところなんで、ちょっとね、あの投資番号なくて、すいません、あのちょっと特定しづらいんですけど、最初のとにかくあの広報系科目っていうところの第1問ね、これ、憲法の問題になります。 でそのね、えー、広報系科目の第一問の四ページをちょっと見ていただきたいんですよこれ設問の形式 なんですけれどもね、えー、あ、で、ちなみに結論から言うとね、設問の形式って結構よく変わるんですよね。で、それは何でかっていうと、結局、あの、設問の形式固定して、ずっと出題し続けてしまうと。なんか答案がパターン化されてしまうということでね。で、まあ、やっぱ、その試験講差員の先生っていうのは、やっぱ、その、なんか、論証パターン集とか、あと、なんか、予備校の解答例みたいなものをね。なんか、丸暗記して、で、型にはめて、なんか、こう、丸暗記して、丸張り付けするようなことを嫌ってるんですよ。まあ、なんでかというと、やっぱ、その、真の、やっぱ、法的思考能力っていうのは、そういうところ。 じゃなくてねやっぱ最終的に司法試,試験に受かった後に実務に出た時にさ初めてまあ見る,あの見る、ね、事例なんかを適切に、ね、妥当な結論を図るために理,理論構成考えてさ処理していかなければいけないんだけど、まあ、そういうあのことをできるようにするためには自分でやっぱりその考えるあの能力ね、えー、っていうのをやっぱ受験生段階で身につけとかないといけないんですよね。なんでそういう能力があるかどうかってことをこう試験で試そうとした時にねやっぱその予備校の回答例とかそういったものが <laughs> あのパターン化されてねでそれによって対応できるような問題だとやっぱり やっぱりこう目的達成試験の目的が達成できないのでまあそういうことでね、だから今後も変えてくるはずなんですよね、ちなみにこの令和4年度の問題前年度のものと比べてまあ結構変わってるんだけどじゃあまたこれでしばらく固定されるのかというとそんなことはないと思います、またね来年は来年でちょっとこう今、予き,きもしないようなもしかしたら形式になる可能性があるのね。だけどその各科目、真の,あの学力、理解がまあできていれば要は、説問を読んで問われていることに答えていくだけですから。 で慣れない設問形式が出たときに、それってみんな、その受験の会場にいる全員同じ条件ですからね、だから別にことさら自分だけがその不利になるっていうわけではありませんから、だからなんか神経質になる必要ないと思いますよ、もう形式は変わるものですから、各科目そうですから、あのとにかくあの丸暗記丸貼り付けがね、答案例とか予備校の回答例とか、あの論証パターン集丸暗記丸貼り付けができないにするために、各科目、設問の形式は毎年工夫してるんで、だからそこはしょうがないんだと思いますね、そう,うそういうものに対応できるように、真の学力を身につけて、まあ、いけばいいんじゃないかと思います。でちなみに 今期のこのこ令和4年じゃどういう形式になっているかというとですね4ページの,あの問題文の冊子の4ページの ところなんですけども設問1と設問2という形で分けまして前年度まではしばらく設、ね、問を分けてなかったんですよね。だけど、えー、今回は設問1と設問2という形であの分けてで結論から言うとあの憲法というのは、ね、あのまあ結局どの科目でも対立利益の発見抽出とその適切な考量ができるか利益考量ができるかというのを各科目の,その,やっぱりその、ね、分野の判断枠組みに従ってこう、ね、することができるかどうかということが問われるんですけどで憲法で言うとその対立利益というのは 問題文を見たときにやっぱその、ある法令とかある処分によって、まあ、人権制約がされるわけなんだけど、その制約されているまず人権が <laughs> 一つ対立利益になるわけですよね。で一方も一のもの、もう一つのももののがうつ利益が、その人権制約を正当化しようとする、まあ、利益とううなってきます、で大枠は大体その、まあ、個人の人権と公権力側の方がこうが、まあ、対立関係に立つようなまあ事例を出して、ねで、それでうまくこうあの利益調整するような適切なその、ね、あの基本知識を踏まえて枠組み設定してうまく考慮できるかどうかということを聞いてくるんですけどで今年の特徴 今はですね。あのまあ、従前はそれを設問でこう分けずに。まあ要は一つの設問というか、ま設、あ、問という言い方するのもおかしいかもしれないけど、まあ、1つの設問でその考慮するようなことをね。あのこう聞いてきたんだけど、今回はそのちょっと形式面でね。設問1で、まず貢献力側の主張をしろっていう話な,話なんですよね。で、設問2の方で、えー、そのね。今度その人権制約されてる個人の。 方からの反論を想定してで最終的に受験者自身のねあなた自身のまあ見解をまあ論じなさいみたいな、まあ、そんなあの感じになってますで従前はこの今あのこの説問1と説問2で求められてるようなことが、まあ、要は説問分離せずに、まあ、一つの,あのその説問の中でされてたんですよで従前は特に今回は説問2で反論を想定してってことであの明確になってるんですけど従前は必要に応じてまあ反論提示しろみたいなねそんな感じでその反論の提示が任意あ任意 みたいいなな感じになっ,たってたたんですねただどうでしょう皆さんそう,そういう質問形式にされちゃうとどういう弊害が予想されますかねっていうと受験生結局本番の試験でほら時間なくて忙しいじゃないですか、まあ、忙しいんですよあの基本的に論文試験っていうのはねあの <laughs> 勉強すればするだけやっぱりいろんなことを考えるようになるから時間足んなくなるんですよでそうなってくるとねあの反論をあの書かなくなっちゃう可能性があるのその答案書くときにでそうなってくるとその深い議論ができなくなってしまうんですよね結局やっぱその ね、それぞれ対立する当事者の主張をねそれぞれ基本知識を踏まえて最大限有利な主張をこう出してさで、そこでそれによって争点が設定されるわけなんですよねで、その争点に対して自分がどう考えるのかって形で論じると、本当に真の,その学力っていうのを、ね、あの出すことができるんだけど、まあ、従前の昨年までの,あの形式だとねその反論設定が任意になってたので、まあ、必要に応じてまあ反対の見解に触れるみたいな感じになってたんで、で結果的にね受験生忙しくてね、ねあんまり反対の見解をまあ書かなかった可能性があるんじゃないかというふうにあの私はあの推測してますね。 なんで今年はあのそういうふうにならないようにね、令和4年は、まあ、そういうふうにならないようにするために、ですねあのその反論設定を強制してきたっていう、まあ、そんな感じなんだと思います。で、ちょっとね、あのえー、と出題の詩れじめの項うの、えー、ですね、ちょっとページめくっていただいて、今度、ちょっと差しが変わりましてね、出題の詩の項うの6ページを見てください、6ページ。で、6ページのところで、 えー、今ね出題の私のレジュメの方を見てますね、取材の詩レジュメで,、えー、で、講師レジュメね6ページの、えー、下半分、えーまあ、半分ぐらいのところからメモっていうのをちょっと用意してるんですけれどもで、令和4年度の憲法の説問形式の特徴で、であのちょっと2段落目のところ見てもらえますかね、今年度の説問形式だぞっていうところ、でここにあの今しゃべったこと書いておきましたから、まああのまあ、ちょっとあ繰り返しになるから読みませんけど、まあ、とにかくあの当事者双方の主張をちゃんと提示することを強制してね、でその問題で、あのその当該事案で、 にあの解決されるべきちゃんと憲法上の争点を設定してで深くねそれについてあのこう自分の見解を書くようなあの形式にあのなっているという話なのね一応、この下のところに書いておいたんですけどこの形式の弊害というのはねあの当事者ま、まずほらあの2人。 対立する当事者の主張を先に書くじゃないですか？で、その後最後に自分の見解を書くんだけど、その自分の見解がそのどっちかの当事者の主張と被っちゃう可能性が出てくるんですよ。これが弊害です。でもともと実はね。もう結構何年か前になるんだけど、あの今回の令和4年みたいなあの取材形式にであの憲法を取材していた時代もあったんですよね。だけど。 えそのおそらくかぶっちゃうあの結局自分の見解のところが大したことをこう書けなくてね結局、手前で書いておいたまあそのね2人対立する当事者の主張がそれぞれこう出てくるんだけど結局、自分の見解のところがその同じようなことの繰り返しどっちかのね主張と同じような繰り返しになっちゃって多分なんか真の憲法力というのがこう試せないのでそこでおそらくね受験生の負担を減らすために1回、説問形式を簡単にしたんじゃないかと思うんですよね。ところがさっき話した通りじゃこのけり説問形式を簡単にしたら実際にあのその反,反対の見解に全く触れずに。 おそらくこう自分の考えだけをこうずっとずもう淡々とこう書いちゃうような人が結構多くなっちゃったんでじゃそれじゃまずいと思ってでそこで戻したんだと思いますで今後ね試行錯誤されるんでしょうね今回の形式にしたことによって従前の弊害がまた出てくるはずなんですよ結局、自分の最後この今回、説問にでさ最初に自分の見解を書くことになりますけど多分ねどっちかの主張と同じようなことを書く可能性が出てきてしまいますね。というわけで今後もその説問の多分ね形式はいろいろ試行錯誤されながら変化がされていくんじゃないかな っていうよ思いますね試験考際員の目的とにかく、ね、受験生の憲法の真の学力をこう順番付けしたいという話なんだよで、ね、そのためのまあ手段としていろんな設問形式を工夫しているようなそういうあの状況。 になってるんだと思うんですけどね、ね、まあ、とにかく設問形式ってのはどうなるか分からないからあのそこのところはあまり神経質にならないでほしいということはあの言いたいですね、まあ、日頃からちゃんと勉強していればあのそれ対応できますからね、であのなんか難しい形式でやるときはもうみんな平等なんでそれはあの自分だけじゃなくてみんな苦しいんで,で、その中での勝負でしょ、でちょっとどこで順番が決まってくるかというとやっぱ日頃の学習をちゃんと真面目にやってるかというところであの順番ついてくるんでだから、まああの、そこは心配しないでいいんじゃないかなとうう思いますね。で ちなみにですね、あの最後の方に書いておいたんだけど、あの実はね、株自分のけ今回みたいな質問形式にされてもですね、自分の見解のところがあの株内あのようにすることはあの努力によってですることができます。自分の見解のところをね、その先に二人の主張、極端な主張をまあ書いてるも対立する当事者の主張を先に書いてますけど、そことね、株内のような形で書くことは可能なんですよ。で一応あのまあ書いておいたんだけど、とにかくね、あの書あのその当事者の主張ね、先に自分の見解を書く前に、まあ対立する当事者の主張それぞれ 書くんだけどそれぞれねちゃんと判例とかあと主要な学説ねそれを踏まえて説得的な主張をちゃんと展開していくっていうことになるんですよでそうなってくると各人の主張がそれなりにほら説得力があるわけだから自分の見解のところでもう大した理由もなくですねその一方当事者の主張を取ることってできなくなるはずなんですよね逆に言うと自分の見解書くときになんかどっちかの主張になんかもうそのまま引っ張られちゃうような人は当事者の各当事者の主張が適切にできてないんですよつまり 憲法上の争点設定が基本知識を踏まえてできてないって話になってきますなので結局憲法上の争点設定を的確にできるかどうかによって自分の見解をしっかり書くことができるかどうかってところが決まってくる形式なんですよねこれ従前だから何年か前そういう感じだったんですよ。ただ まあ、なかなかそれをやるのが難しかったんでしょうね、まあ、そういうことで、一回ちょっと形式簡単にしたんだけど、またちょっと戻したようなあの感じになりますね、あと、従前ね、あのまあ、説問1と説問2で、やっぱこんな感じで分けてたんだけどあの、その従前はちょっとねあの、先に違憲だっていう主張を先にするんですよね、説問1で、今回は合憲だっていう主張が先、公権力側の方からね、合憲だっていう主張を先にして、でそれで、説問2のところで、まあ、今回だったら、えー、それが違憲だってことでね、まあ、今回あの、学問の自由絡みのものが、まあ、制約されてる事案なんだけど、まあ、それを、 あの制約されていることも違憲だっていう人のちょっと反論を踏まえてで、自分の見解を書くような形になってますね。でも、従前はま、まず、説問1で、もう違憲の主張をしっかりとこうやってね、で、説問2のところで、今度逆にあの、えー、合憲だっていう、まあ、公権力側の主張を、ちょっとこう、反論の形で出して、でそれで、まあ、適切に憲法上の争点設定をしてね、で、自分の見解をしっかり書くような、あのそんな感じになってましたね。だけど、まあ、そこのところも、基本知識がちゃんとあのしっかりできてれば、現場であの対応できるはずだからね、まあ、そういう感じで、とにかくあの日頃の勉強をしっかりやってもらえると思います。じゃあせっかくにね えー、せっかくの機会なんでちょっと憲法の予定時間少し過ぎてるんだけど、えっ、ー、とこれ仮にあのどういうところ気をつけてちょっとこう。装填設定すればいいのか？っていう視点だけを取材のし、使ってちょっとお話し,したいと思ってます。で、4ページあ問題文をちょっと見ていただけますかね。4ページじゃなくて2ページのところ見ていきましょうか？ 2ページのところ、でちょっとね、えー、全部読むと長くなっちゃうので、ちょっとポイントを絞って、ちょっと,、えー、とお話ししますと、2ページのところの最初の2行、ここちょっと読みます、2ページ、問題文の今、冊子見てます、問題文の冊子、憲法ね、ね広報系科目第1問、で最初の2行、ここを押さえていきます、えー、X 圏公立大学法人が運営する県立 X 大学では、かねてより、地域経済の振興に、えー、貢献する研究の、ね、推進、人材の育成に力を入れており、でその中核となる組織として、A 研究所を設置している。 まあ、とにかくあの県立の大学、ねまあ、公立の大学要は公権力側になりますけど、まあ、県立の大学がなんか A 研究所というのをまあ置いてますとでそんな中で今度2段落目見てください、二段落目えー、でここ、ね、地域経済を研究しているというところですね、えー、地域経,経済を研究している X 大学、B 学部教授、Y はということで今回、ね、あの大学 VS 大学の中で働いている教授 ここがあの今対立しようとしてますここのところね、大学バーサス大学の中でこう働いている教授の利益ここがあの対立しようとしている場面なんですよ。でそこでね今とにかく今1行目二行目のところで X 大学っていうのが出てきましたけど、で二段落目は今度あの教授の話になります。で二段落目読んでいくと地域経済を研究している X 大学 B 学部教授 Y は。 研究所に研究員として所属しで研究助成を受けて研究教育に当たってきたということになりますね。でここから先ちょっと長いんであの読みませんけどでちょっとね教授の研究をね教授が研究するにあたって、まあ、結局その研究所から補助金をこう受けてねそれでそれを生かして研究してたっていう話なんですけどその研究内容がちょっとねあのその県の施策を批判するようなことがちょっと含まれてるんで、まあ、政治的なものだってことになったんですよね。でそうすると、まあ、県立大学の教授 がね、そういったその,その県の、ね、施策を、まあ、その県,その県からもらっているお金を使ってそういった県の施策を批判するというのはちょっと問題があるんじゃないかということで,でその後ね補助金の支給が打ち切られることになるんですよ補助金の交付あのが、ね、あの止められることになっちゃうんですよねでそういう中での,そのまず1つ、えー、対立利益の発見抽出と適切なまあ枠組みを使って、ねまあ、考慮するという観点からまあ答案を書いていくということになってきますでちょっと,、ねえー、と3ページ 問題文の3ページの最後の段落見てください。ここにちょっとこうね主張の要点が要は書かれてますね。3ページの最後の段落、えー、Y はということで、これ Y は教授になります。今回ね、えー、人権制約されている大学の教授になるんですけどね、県立大学の。えー、y は、えー、研究助成金の不交付決定で、これ決定丸1なんですけどねで、今日ちょっと時間がないんで、決定丸については触れないことにしますけど、とにかくあのその助成金を不交付決定、えー、受けて、 しまううとということで,でそこで、3行目に行ってください。で、ちょっと納得できないということで、X 大学の学長 G とまあ面会をまあしましたとで、その面会には A 研究所所長 E とね、A 研究所っていうのはあの、その大学が設置してる研究所なんですけどで、交付金出してくれてるところですけど、A 研究所長 E とね、B 学部長の F も同席。で決定 ① 党はね政治的圧力による不当な決定だってことね、ね、まあ、県の施策をちょっと批判するようなあの内容だってうに捉えられて、それであの不交付になっているから、まあ、そういうことで政治的圧力による不当な決定であり、で大学に撤回を求めるということでね、えー、でその後下から3行目。 のところなんだけど、これ大学側の主張なんですよ。で、ここをね、いかに基本知識使って憲法構成できるかで設問の一の出来が決まってきますね。で、これ大学側の主張が設問あの下から3行目のところで、研究教育の内容や方法について大学の自主的な決定に従うのは当然 <laughs> っていうことでね。で、これをやっぱ基本知識うまいてこれ大学の自治を根拠にしてるっていうのを気づいてほしいんですよね。大学のまあ自治をま根拠にいしてるってことでね、えー。で、一方大学の教授の方はさ、ほら対立歴のとにかくどの科目でも対立。 の発見抽出なんですよとりあえず大学側の方はその不幸不決定はねもうこれ大学の自治でまあやってますみたいなことは多分憲法的には言うんだと思うんですけどで一方でまあ教授の方もね、まあ、自分にはやっぱそのね研究をする自由もあれば研究の成果を発表する自由もあるみたいなねところを言ってくると思うんですよね。で今回その不,幸不決定 が憲法で大事なのはね何が人権制約してるのかってことをあのちゃんと分析するところそこでも勝負が決まりますね点数がね。で今の話で要は、まあ、不幸不決定がとにかくなんか人権制約してるっていうのはなんかヒントになるあのなんかすぐ、ね、思いつきやすいと思うんだけどじゃそれがどういう形でこの教授の人権を制約してるのかってことを分析していかないといけないんですよね。でこれ結構難しいいと思いますもともとあの学問のの自自由由ってさ基本的に権力からの自由権を 意味しますので、こういった補助金をあの要求するようなそういった請求権的な側面って一般的にほらないのは基本知識の勉強であの学んどいてもらいたいんだけど、まあ、そういうのを考えると今回の不法決定って果たして教授この Y さんのね <laughs> Y 教授の一体どんな自由をまあ、どういう形でま制約しているのかってところは結構これ頭使わなければいけないんですよね。でそこがもうできないともうかけないんですよ。答案で例えばですよ。あの問題文あとであの自分であの応用読んでもらえればと思うんだけど、元々 Y 教授はその研究所からま補助金の交付を毎年受けてねでそれ で研究を現にこうしてきたっていうそういう事実経過が,があるんですよねで、それ突然止められちゃうと、まあ、今までやってきたその研究ができなくなってしまうということでねで、その研究に従っていろんな発表もしてきたんで、そういった研究成果のまあ発表もまあできなくなってしまうんじゃないかということで、まあ、そういう点で、あのその事実全体を捉えると、ね、えると不幸不決定が結局、その研究の自由や研究成果の発表の自由をまあ制約してるんじゃないかという形でまあ分析することは可能なんだと思います。だかから特にこうなんかその 補助金をもらう権利が23条で保障されているみたいなことを、ね、積極的にこう言っていかなくても、まあ、その今回の事案の特殊性、ですね今まで補助金をこう受けて現に研究してでその研究成果を発表してきたというそういう事案の下で,でそこで不幸不決定にされてしまうと、ねまあ、そ,れでそれによっても今までやってきた研究はできなくなるし研究成果の発表もまあできなくなるという形でそういう形で全人権制約があったんじゃないかという形で構成することも可能ということですよね。まあ、そんなな感じでとにかくい、ね、いろいろ考えなければ いけないんだと思いますね。で、そこでちょっと取材の死を見てい,、えー、いきます、えー、今度ね。取材の市のあのレジュメの方ね。で、取材の市のレジュメでまずね。えっ、ー、と時間の関係で本当にちょっとピンポイントで行くとね。あの2ページの2個目のブロックね。ここ 2ページの2個目のブロックまずその人権の制約があるってことを必ず認定しないといけないんですね憲法の問題ではねでそこで決定1については大学が進めるねあ決定1は不不、ね、補助金の不交付決定決定1については大学が進める研究方針に基づく研究助成の趣旨に合致しないことを理由としたでまあ理由は書いてないけどまあ、とにかくほら学問研究の自由の制約が問題となるってことね、まあ、ここもうちょっと本当は詳しく書いててくれないと受験生厳しいんじゃないかと思うんだけどまあ、とにかくあの事案をちゃんと分析していけばねあもちろん 憲法の基本知識をちゃんと理解していることが前提ですよ。であの試験交差員はあの予備校の,あの,要はあの本のね丸暗記丸貼り付け嫌うから、まあ、そういう表面的な理解だと多分,分析できないんですよちゃんとあのしっかりとさあの憲法のね理解をまあ基本書を読んだりとか判例とか自分で理解したりとか、まあ、そういうようなあのことをしてるとね多分こう自分で分析ができるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうことですよこのところね。 はいというわけで、まあなんかいろいろ事案見てね、ねその学問研究の自由の制約があるということあの認定していきます、でとにかくあの今回ね、ねそこのところが気づいたら、あとは説問の形式に載せて、答案構成していかないといけないんですけどで、そういう点では2ページの最後のブロック、一番下のブロックね、ね縦2であの始まっているところなんですけど、説問1今回、まずね、貢権力側の主張していかないといけないというのがちょっと特徴的ですよね。で 今回、補助金打ち切っているわけなんですけどそれを例えばのこれ行政法の科目ではありませんので大学の裁量論だけではあの終わりにしてはいけないんですよ、まあ、もちろん、ねえー、その大学の裁量っていうあの問題っていうのは出てくると思うんだけどでも憲法の科目なんでその裁量を憲法,上の憲法上の根拠に基づいて主張していかないといけないんですよね、でそれが大学の自治になります、憲法の科目ではね。まあ、そういうことで、えー、縦に、えー、と最後のブロックの縦2で始まってますけど、説問1ではほら。 まず X 大学の側から、1行目の最後、憲法上の主張ね、それ2行目、まず大学がどうたらこうたらってことで,で、最終的にはほらこの3行目の終わり、裁量権をで憲法から基礎づけるって話になってんるのね、補助金出すか出さないか、どういう人に出すか出さないかっていうところ、裁量はあると思うんだけど、でもそれを裁量論だけでやっちゃうと行政法の試験になっちゃうから、憲法の試験なんでね、その憲法の話をしていかないといけないんですよ。そのの裁量ってのをこうこう 補助金を誰に出すか出,す出さないか決めるってその裁量権をこの下の判例、東大ポポロ事件ね、でこれ、直接的にそういう事案じゃないんだけど、大学の自治を肯定した判例なんですよ、なので、まあ、ポポロ事件が大学の自治を認めてるっていうことで、でそれでね、今回の,その補助金の交付、不交付を決定するっていうところの裁量は、これ、大学の自治に基づくものだってことで、それを現場で気づかないといけない、っていうか自分で考えないといけないんだよね、そこまでは本には載ってませんから、そういうところはね。 でそれがあの最後の段落のところです、判例はでほら大学の自治、ね、判例は大学の自治の内容として、でどうたらこうたらって書いてあるんだけどね、ね、まあ、その最後の段落の2行目かな、さらに大学が個々の教員、研究、教育の自由に入しつつも、ほら大学としてどのような研究に重点を置くかを決定したり、これ、大学の自治を今回の事案に即して具体化してますねで、これが説問1の大学側の主張になるわけですよ、これがね。 でこういうことを説問して書いていかなければいけないって話なんですよね、大学の自治、とにか補助金を、えーまあ、どんな人に交付するのかどうかっていうのは、まあ、これ、裁量の問題で,で、その裁量の憲法上の位置づけっていうのは、まあ、大学のまあ自治になりますよというところでね、でそういうところから、じゃあ、具体的にその大学の自治といの本門に即して言うと、まあ、どういう内容なのかっていうことで、それをまあ分析しているところが、今の,あの最後のところなんですよね、でこういうのをまあ現場で、自分で基本知識から考えていかなければいけないって話になってきます。本はは載ってないいからこういうのは <laughs> こんなとこころまで、ね、乗ってないいからこういうのを自分で、考えないといけないいいとけんですねでこれね自分で現場で考えるにはどういうあの事前準備が必要かというとやっぱその学問の自由の分野のところをしっかり理解しておくということですよ、あのインプット学習の段階で,、ね、でやっぱそのポ,ポポロ事件の,そのやっぱり大学の時事を、ね、こうやっぱり言及しているポポロ事件、そこのところをこうしっかりま理解してで、多少今回みたいに事案が変わってもその判例の趣旨を踏まえて、ね、それを応用して、まあ、適切な,そのなんか憲法上の主張を組み立てられるように、ね、しておかなければいけないということになりますね。だから結 高度なことを求めてますよね司法試験って大変だと思いますよ、正直 <laughs> あのこんなこと果たしてできるのかというとさ、まあ、そう簡単にはできることじゃないと思うんですよね。でもかといってじゃ難しいからって,ってこれ何も準備もしませんって言ったらさそれは試験合格しようがありませんからやっぱ世の中あのたくさん受験生がいればさ真面目な人って努力するからねでそういう時にやっぱ努力してる人にあの負けちゃったらあの合格順位に到達しないわけですからだから、まあ、今、こういうことを、ね、あの試験で求められてるってことがあの分かった以上は、まあ、これに対するやっぱ対応していかなければいけないと思うんですよ。でそののためにはやっぱその基本知識のインプット しっかり理解するってことと過去問でまあこういう質のことが問われてるんだってことを過去問分析してちゃんと理解することですよね、まあ、そういう意味でこの出材の人が採点時間ってとても大事なんですよね出材の人や採点時間、まあ、採点時間の分析は年明けにちょっとやろうと思ってますけどね、まあ、出材の人をちゃんと今準備段階でね最終的にちゃんとね司法試験で問われていることを理解するために今その第一段階の準備をねしてるもら、えー、くれてると思えばいいかなと思いますさてじゃあちょっと時間の都合でこの行政法に行きます、えー、とますた2つの冊子を、ね、使っていきますが、えー まずね出題の趣旨のレジュメは8ページを開けておいてください。8ページね出題の趣旨のレジュメは8ページ、出題の趣旨行政法というタイトルになってます。と同時に、えー、問題文の、えー、方のね冊子の方はねその行政法のところでねでちょっと投資番号がなくてすいません特定しづらいんですけど先ほどの,あの憲法の次のところが行政法なんですよ、まあ広報系、広報系科目第2問って書いてあります、行政法というタイトルはついてないんですけどね、ね、えー、広報系科目第2問というのが これが行政法ということになってきます。で今回ね これ最近の行政法の試験の取材傾向に結構合っているような、まあ、問題なんですけどでそれをちょっとこれから理解してほしいんですよ。この今回の行政法の、まあ、試験というのは近年の取材傾向になんか整合しやすいものなんで比較的対策はしやすいということね、ねこの近年の過去問をちゃんと分析することによってどういうことが問われているのか、そしてまた事前にどういう準備を、まあ、あのしておけばいいのかということが、まあ、理解しやすい問題なんだと思うんですよね。でそののの特特特に徴徴的な近年の問題との比較ですごく特徴的 月がすごくなんか同じ点はですね、あの事前に基本的な判例は。 事案と判子のポイントは頭の中に入れておかなければいけないっていうそういうあの感じ。最近の問題ってそんな感じなんですよ。ね、あの事前に行政法のなんかインプットの,の学習の段階でね、ちゃんと理解をしてあの覚えとかなければまあいけないようなものはそこちゃんと頭の中に入れておかないと、もう全く立ち打ちできないようなまあ、そういう問題が出てます。ただね心配ないんですよね。結局普通に勉強してれば誰あのもうまともな受験生だったら誰でもちゃんと頭の中に入ってるようなあのそういう問題出すときはね、もうあの本当に基本的な判例題材にしてきますから、まあ、そういう。 ううであの余計な心配しなくていいと思いますあの普通に今の勉強していればあの大丈夫なんですよね。でそういう点でねちょっと具体的にあのちょっと言いますとね問題文の冊子の3ページです。ページで3ページ,、ね3ページまあ、説問1と説問2っていう形で出てるんですけどで説問1は、えー、かっこ1。 がね、これ原告定額に関する問題なんですよ。で、括弧2が、これがあの要はいわゆる競技の訴えの利益ね、まあ、訴えの利益って書いてあるんですけど、まあ、いわゆる工学上、学問上あの、競技の訴えの利益っていうふうにあの言われるものなんですけど、まあ、これ、聞かれてます、で今回、ちょっとこの括弧2がねあの、まあ、本当に基本,基本判例、ちゃんと事前に理解、まあ、していることを前提とした取材なんでね、あの問題文の中には一切、その半紙のポイントっていうのが、まあ、載ってないんで、全に頭に入れとかないといけないんですよ。この判例を踏まえた立論が、まあ、求められてるんででね、まあ、そういうい点で まあ日頃どういう勉強すればいいのかってことをちょっと推測するのにまあ役に立つまあ問題だと思いますちなみに設問の形式は極めてシンプルですね設問1なんかは何の比例にもないあのまあ極めてシンプルなまあ問題なんで、まあ、事前のちゃんと準備をしっかりねあの過去になれておけばまあ十分に対応できるまあ問題なんじゃないかと思います設問にはあのまあ毎年出てるあの本案のね、まあ、結局処分が適法か違法かっていうその本案のまあ話なんですけど、まあ、そちらはちょっと深い話になっちゃうんでこのちょっと今回割愛させていただきますがこのね設問1の括弧のところちょっと題材 にね。まあ、こう近年の試験の特徴をまあ理解をしてね。で準備、えー、それに向かった準備をこうしやすいようにこうね。頭の中であのこう心構えをしてもらえればと思いますね。で、ちょっと確認のところを見てください。えー、あ、そっか事案のちょっとポイントだけ先に見ていきましょうか。まあ、長いんでね。ちょっと全部お話できないんですけど、問題文の2ページのところをまあ見てください。2ページね。 で2ページのねまず1段落目のとこですけど A 株式会社、まあ、A は、えー、スイスと燃料電池自動車や自動運転等の、ね、研究開発と自動車の整備や走行テストを実施するため、まあ、とにかくあの、まあ、なんか新しい、ね、自動車開発してねで走行テストを実施したいとでそのためにあの場所がまあ必要になると思うんですけどねテスト走行するためにはねでそういういことでそこを、ね、作るって話なんだけどそれが2行目の途中のとこです。問題文のね、えー、B C 市内にある大城地の D 山山頂部の A 所有地と、まあ、A の所有地は別にいいよねこれ自分の A さんの所有地だからねここ開発してもいいと思うんだけどこれに連なる中腹部ので全く無関係のまあいい所有地。 の一部を開発区域としてで山林の伐採大規模な切り土とね盛土によるまとにかくもう山を切り開いてね合計200ヘクタールの土地をま造成しでこれが本県開発行為ということでまこれが今回のテーマになりますえねとにかくテスト走行の場所を作るためにね山を切り開くということでそれで開発をするというところでねそこが今回の,あのテーマになるんですけどで本県開発行為 というとで、その後はあの周回路等のまあ走行試験場開発、整備、工場等の整備を設置する計画ね。まあ、これが本件計画ってことね。で、とにかくこう山を切り開い、開この本件、開発行為によって山を切り開いてで、その後にまあそこにいろんな施設をね。テスト走行に必要な <laughs> ま、いろんな施設を作ってやりましょうと、そういう話になってるわけですよ。で、今度2段落目の方に,方に飛んできまして、2段落目。 え本件計画のうち、E 所有林、まあ、E さん、これ、全く無関係な人なんだけどね、E 所有林の部分においては、立ち木の伐採、住民の生活用水のための貯水池。 の設置等が予定されているとで本県開発区域には A 所有林、まあ、A はこれねあの自分で開発上としてる人だからいいですけど A 所有林から E 所有林を通過して本県開発区域外に流れ出すまあ沢がありで突然 F って出てくるんだけどこれ誰だって話なんだけど F は本県開発区域の外縁から200メートル下流部の、まあ、とにかくのなんか開発区域のなんか200メートル下流のところに住んでる人なんですよね。い、えーまあ、いろいろ山が切り入れ 疲れてしまうとね。あの補水能力を失ってまあ、洪水とかの被害に遭う可能性が出てきますけど、まあ、そういう f さんっていうのがなんか出てきてますね。あと、今の段落の下から2行目でで e。 なんですけどねこれい E 所有地で、まあ、ちょっとこの人の土地一部開発されちゃう可能性が出てくるんだけど E は D さんから 30km 離れたああそうだから山持ってるんだけど住んでるところはあのちょっと遠いところにまあ住んでるって感じなんですよね、まあ、そういう感じでそれぞれのちょっとこう立場が出てきてます、まあ、今回主人公 F と E になりますねでそれをまあ前提にその説問の結論部分を見てほしいんですけど説問1でこれはね今の、A、E と説問1の括弧1は今の E と F の原告定額をあの検討させる問題になってます、まあ、特になんかひねりがあるわけで ありませんね、まあ従前のなんかあの問題と特にあのひれりがあるわけではなさそうですで過去に今回ちょっとここを、えー、ポイント絞っていきたいんですけど過去に仮に E が本件開発行為に同意しね、えー、まあ、関係者の同意がないとちょっと開発できないっていう仕組みになってるんで法の仕組みになってるんでまちょど F E が同意したってなるとまあ、残りは F だけって話なんだけど、えー、F のみがまあ、ちょっとこうね納得できなくてこう。 開発、納得できないということで、それで取り消し訴訟を提起した場合で、その訴訟の継続中に、その開発行為に関する工事が完了したあとにおいても、その訴えの利益が果たしてあるのかどうかというところ、ね、そこのところをこう検討してくださいということになりますね。まあ、開発 許可の、ね、取り消ししし訴訟をまあ提起しましたでその訴訟継続中に開発行為の工事が完了してしまったとっなると、ね、果たしてその訴えをこれ以上続ける必要があるんだろうかということで協、ね、議、まあの訴えの利益というのは処分を取り消すことによって回復すべき法律上の利益がなければ裁判所も忙しいですから関わりたくないわけですよね。なので処分を取り消すことによって回復すべき法律上の利益がないようなときはそれはまあ理論構成としては訴えの利益がないということで、ねえー、その理論構成をしてで訴えを却下するという話になってくるんだけど、果たしてそういうふうになるのかというと ところねまあ、そここのとととろが今回聞かれてまますよいいう感じなんだと思いますねでねこれ面白いのが行政法の試験ってあのまあ結局その処分を争ってさ、まあ、対立する当事者が出てくるわけなんですけどね、まあ、処分を適法というふうに言いたい貢権力側の人とあと一方でその処分によって人権制約がまあされてるね個人の側とでまあ出てくるんだけど司法試験の行政法に関してはあのその中立的な立場でその、まあ、行政法の問題を論じさせる時もあれば一方の当事者どっちかにも 立場に立って論じさせる時もあるんですよ。で、そこで必ず確認しないといけないんですね。過去問の傾向からで今回ね。結論から言うと、公権力側の立場で、えー、こう検討する。あの、ちょっと誘導がされてるんですね。で、それがえっ、ー、と問題文の2ページの下から4行目見てください。問題文の2ページの。 下から4行目で以下に示された担当課長まあこれ要はの貢権力側なんですよね自治体側の方なんですけどえまあ開発許可をするね自治体側の方なんですけど担当課長と B 県法務室長かっこ弁護士ちなみに皆さんこの弁護士の立場でこれから答案書くことがあの指示誘導されていきますからというわけでその県側のねこの貢献力側のまあ弁護士いい ホーム室のの立立場ににっっっててて問に答えななさいってなってるのねだから純粋に説問だけ見てると行政法は失敗するんですこれ毎年の傾向だから必ずその説問の結論部分の手前のところで誰の立場でまあ論ずるのかってことは必ず指示誘導されてますから司法試験の場合ねなんでここをまあ忘れちゃいけないって話なんですねそしてさらに、えー、この説問答えるときにあの今ほら読んでもらったね2ページの下から4行目でさあの 検討会議の会力を読んだ上で、質問に答えろって話になってるから、要は、答案にどういうことをあの書いてほしいのかっていうことね。それはあのこのの、ね、4ページの えー、こちら検討会議の会議録ですね、これも毎年こんな感じなんですけど、会議録の方に出てますから、これで問われてることに答えていきます、つまり、あの配点はこの会議録に従ってね、えーそのまあ、いろいろ順番に論じていくと、必要なことを論じていくと、まあ、そこにこう配点がされてますから、だから好き勝手なことを書いてもです、ね、点数もらえないんですよね、どんなに知識がある人でも、この問題文で問われてることを理解しないまま答案書いたらですね、やっぱ合格ができないという話になっていくるんですよねで。今回はとにかかくあの貢献力側のの立立場場でで、ね、しかも弁護士の立場で だから、ちゃんと基本的な判例とか、主要な学説は知っていることが前提での立論になりますので、まあ、それを踏まえてね、えー。その指示誘導に答えていくことになってきます。そして、その訴えの利益に関することはですね、四ページ、問題文の四ページの。 ちょっと特定しづらいんだけどね。あの会話がさ担当課長と法務室長のあのほらこうやり取りが続いてるじゃないですか？で、上からちょっと順番に数えてな何個目の発言なのかっていうことで、ちょっと特定させていただきます。と、12、3、45個目のところですね。担当課長で始まってますで、ちょっとここのね。担当課長でで本件申請ではっていう。 ふうに始まってるブロックのところなんですけどでそれの4行目の途中のところからいきます、えー、このね担当課長本件申請ではっていうところのブロックの4行目の途中で,で F のみが本件申請にかかる許可の取り消し訴訟を提起した場合 同訴訟の継続中に本件開発行為に関する工事が完了するとどうなるのでしょうかってことでねで法務出場のところですけどその場合、F の訴えの利益の問題が生じますとで取り消し訴訟を継続中に臨時の,このね開発行為に関する工事が完了した事例に関する最高裁判例まあ平成7年最高裁なんですけどこれ訴えの利益がまあ否定されてますがその理由が明確ではありませんと。 でこのあとね、えー、訴えの利益を否定する理由を明確化するため、これ、指示誘導されてますから、だから今回ね、訴えの利益があるって答えちゃいけないんですよ。 訴えのの利益ががないっていう立論が求められてるのねこれ、よく見てないと多分あ、ちょっと今日はあの基本知識のところを載せてたい、まあ、今回の事案の処理に関係ないから載せないんだけど協議の訴えの利益であの開発行為があの完了してもなおねあのその訴えの利益の消滅を認めなかったつまり訴えの利益があるんだといったあの平成27年の最高裁の,あのこ,うことを踏まえて書いちゃう可能性があるんだけどそれは今回の代ではないんですよねだから知識があるだけでは受からないって話なんですよちゃんと問われてることを理解していかないとね。 た例の理解からすると今回、開発行為が終わった後にに結局、テスト倉庫に必要なあの施設とかいろいろ、まあ、作ることが予定されているはずなんだけどそうなってくるとこう開発行為というのは、ね、単にあの土地を切り開くということの意味しかありませんから、まあえー、その開発行為が完了したとしてもさその後に、まあそにいろんな施設が、ね、建てられるという点で,でそういうのを阻止するためにです、ねえー、結局、開発行為の、えー、方が工事完了して した後でもでもすね結局、開発行為の取り消しが認められればそのその後に施設を設置することが正当化できなくなっちゃうので、まあ、そういう点でね施設の,その設置を例えばこの阻止するという意味で、まあ、訴えの利益が残る可能性が出てくるんですよ。だけど今回はそんなことは一切聞かれてませんということでね今私が喋ったのは基本知識として事前、まあ、に学んでおかなければいけないね平成27年の最高裁なんですけどね、まあ、今回ちょっと関係ないからこ,こには載せてませんけどでもそのそれではないんですよ、聞かれてるのはね。ね今回とににかくそのもう工事完了によって訴えの利益 がまなくなっちゃいますというね、そういう立論が求められたのだからここなんですよね。ここのところは気をつけないといけないって話になりますね。でそこでちょっともう一回読んでいきます。あのその法務室長の発言のところですが。 えー、その場合、F の訴えの利益の問題が生じますと、で取消訴訟を継続中に、臨時の開発行為に関する工事が完了した事例に関する最高裁ね、ね、まあ、これ、平成7年ですけど、では訴えの利益が否定されてますが、その理由が明確ではありません、で訴えの利益を否定する理由を明確化するためね、ねこれ、指示誘導になってますからね、ちょっとメモ書いておいたけど、まあ、別に皆さん、メモ取らなくてもいいですけど、ここ、指示誘導に沿った立場、あ、立論ね、指示誘導に沿った立論をします、これ、常にあの試験でそういうものですから、いろんな各科目、いろんな誘導していきますからね、そこ乗っていかないと点数もらえないんですよね。勝 に書いちゃダメです基本知識があるからって受かるわけじゃないからね。えーまあ、そういうことで、えー、訴えの利益を否定する理由を明確するため建築確認の取り消し訴訟を継続中に建築工事が完了した事例に関する最高裁判決、まあ、これ昭和5 9年の超有名な判例なんだけどこれを参考にしつつ、えー、開発許可 の法的効果などを法の仕組みに即して検討することにします。で、協議の点の利益に関する、あの、誘導、ここだ、ここまで終わりになります。この先、ちょっとまた別の話題になっちゃうんでね。法案の話で、説問二の話になっちゃうんで、ここまでのところになるんですよね。だから、これ、誘導に乗って答えておこうとすると、まあ、とにかく、あの、建築確認、あの、その例の、このね、五十。九年の判例っていうのは、建築確認の取り消え訴訟っていうのは、その建築確認にかかる。その建物の工事が完了したら、訴えの利益がまなくなるって、ま言ってるので。えー、まそれに、お、参考にね。まあ、今回工事完了したら、訴えの利益がなくなるんだってことをまあり。 結論みたいいな、な、まあ、そういうあの誘導がされてるってことなんですよね。だからあの27平成27年の最高裁はあの使ってはいけないんですよ今回ね、まあ、別に工事が完了してもその後鉄テスト走行の施設いろいろ作るっていうところでまた法的効果が残ってるから、まあ、そういった施設の設置を阻止するためにねその開発行為の切りの戸盛り戸のねそういった開発行為が完了してもらおうねその取り消しのその 訴えの利益はね、まあ残るんだみたいなそういう立論がまあ求められてるわけではまあないんだって話になってくるんですよね。というわけでこんな感じね、結構だから頭使いますよね。だからまずね、あのいきなりこんなこと考えられないから、しっかりね、あの事前に基本知識ね、この特に今回この59年の最高裁めちゃくちゃ有名な判例なんですけど、これがよく頭の中に入ってないとまず手も足も出ませんからこの問題ね。だそういう意味で近年こういう傾向なんですよ。判例の年月日だけ上げて、それ参考に回答しろという問題が。 ここ最近ずっと出てるの、行政法の司法試験はね。だから、まあ、インプットの段階で、ちゃんと基本,知識基本的な判例のところはね、ちゃんと事案とその判紙のポイントのところを押さえていかないといけないんですよね。でちょっと取材の資を見ます、その今に関連する、今の、ね、お話に関連するところは、えー取材のしのね、私の公しれじめのね、取材のしれじめの9ページになります、9ページのところで、9ページのところでちょっと中をつけておきました、中ね。 で9ページの出題の詩の、まあ、ブロックの下に中、まあ、を2つつけておいたんですけどで1個目の、えーまあ再販平成7年11月9日は本件、各開発行為に関する工事はすでに完了し本件、土地 開発行為に関しては、検察済証の交付もされているというのであるから、未期事実関係のもとにおいては、その開発許可の取り消し、処分の取り消し及び、ね、および無効確認を求める訴えの利益は失われたということねで。これさっきあの、会議録にあの乗っかってた判例の一つになりますね。で特に理由を示してないからということが指摘されてたんで、でその通りなんですよ。あの理由、特に示されてないんでね。だから別に事前に、この平成7年判決を知ってる必要はありません。今回の問題を特に当たってね。え別に何か理由を述べてるわけじゃないから、これ知ってるからって有利になるわけではありませんね。結論部分はだって問題文に書いてあるわけですからね。でか 大事なのはこの人の59年判例なんですよでこれは事前にポイントを理解してないと今回の,あの問題には答えられないんですよね。これがあのちゃんと理解できてないとね。でこれめちゃくちゃ有名判例だから。 やっぱちゃんと合格できるような人っていうのはやっぱこ,のこれぐらいの判例は、ね、こんな有名な判例だったら事案のポイントと判囲のポイントぐらいは素で、ね、頭の中でこうもうすぐ出てくるような状態になっていると思いますよ。行政法で単独で合格点取れるような人はね、まあ、別に行,行政法で合格点取れなくてもあの試験に合格することは可能なんですけどあの全科目勝負だからね、えー、まあ足切りさえされなければまあ大丈夫ですけどでもまあ行政法で単独で少なくとも合格点取ろうと思ったらね、まあ、そういう人って59年判例ぐらいの事案と判囲のポイントぐらいは素で出てくるような状況になっていると思いますよね。 そそいいいななとと合格点単独ででは取れないと思いますでそこでこの中のとこですけども、えー、再犯、昭和59年10月26日は、えー、検知確認はそれを受けなければ工事をすることができないという法的効果を有するにとどまり、検知確認が存在するからといって、それは検察未詳の交付や違反是正命令等の発出の法的障害にならないことなどの理由から、まあ、工事完了により、ねえー、検知確認の取り消し訴訟の訴えの利益がまあ消滅する旨を判示しています。これは反対の主張としては例えば 建築確認で申請したその建物の工事が完了しても、例えばその建物の。えー、そのね、えー、まあ、中身が、えー、まあ、その建物自体が。建築確認の内容と合わなかったら、まあ、違反是正命令をこう出せるみたいな。例えば、そういう立論すると、工事完了しても、その建築確認を取り消す訴えの力って残るはずなんだけど。だけど、判例はそういう理解をしてないんですよね。もう、あの違反是正命令っていう、確かに制度はあるんだけど。あれはどういう時にその発動されるかというと、そのできた建物が建築確認、申請された建築確認。 内容と合わないからっていう理由で違反是正命令が出るそういう仕組みにはなってないんですよ処分の根拠法令の仕組みからするとねじゃあどういう時にそれが違反是正命令があの発令されるのかっていうと建物を建てる時って各その土地土地にですねいろいろ建築規制がかかってるんですけどその各土地土地の建築規制を全部くぐり抜けてねで適法なそういったあの え状態にま建物って常にしておかないといけないんだけど、その各土地の建築規制に違反するような建物に対しては違反是正命令がされるんですよ。でその時に建築確認と合う合わないという判断はされないんですよね。結果的にその今その各土地,土地の規制にこう合わないような建物が実際あるのかどうかってことでね。でその規制に合わないってことになると例えば高さ制限、いろんな公益上の理由から高さ制限がされててさ、でその高さ制限を超えてるってなったらやっぱり違反是正命令でその高いところ削れとかさ、あるいは取り壊して建て直すとかまあいろんな命令が <laughs> あの出るんだけど、それは 確認の内容に合わないからっていう理由でされるわけではないんですよね。結局その各土地々にまあいろんな建築規制がかかってて、そのそれに適合しないからね、処分の根拠に合わないから、まあ、だからえその違反税制命令っていうのがあの出ることにまななってますね。でそういう点で。 えー、そういうことを、まあ、理解を踏まえた判例になりますで。この2段落目、中の2段落目見てください、2個目の中の2段落目、えー、昭和59年判決の考え方、今私が喋ったような考え方を参考にすると、えー、本問において、本件許可は、それを受けなければ開発行為をすることができないという法的効果を有するにとどまり、本件許可が存在するからといって、それが問題文添付の、あの後であのちょっと時間がないんで、ね、心理法あまり触れられませんけど、えー、開発許可の根拠法令が心理法なんだけどね。でそののうちの 10条の3の監督処分の行使の法的障害になるものではないのであの問題文に添付資料が付いて,てね、まあ、建築基準法じはないので、まあ、あの建てい違法建築物の,、ね、あの違反税制命令の条文ではないんだけどでもそれとなんか似たような条文があるんですよ。よ結局そういったあの 是正するような、ね、開発されたものが結局、開発行為が法のやっぱ趣旨に合わないのときに違反,是正違反是正命令というのを出さなければいけないはずなんだけどね公益を確保するためにねでそういう意味で建築基準法の違反是正命令と同じような制度があるんですよ、条文に。なのでそこがポイントになると思います、今回。 まあそういういことでね、えー、もう1回、下から4行目かな、中の2個目の中の、えー、2段落目の下から4行目、それが問題文添付の資料1の心理法10条の3の監督処分の行使の法的障害になるものではないので、開発行為の完了により、開発行為の取り消え訴訟の訴えの利益は消滅するという方向での立論が可能ね、ねこれ、公権力側の主張だから、こうやってますよ、もちろん27年判決を参考にしたらさ、<laughs> まあ開発行為、開発行為というのは、あのその他に土地をあの切り開くだけなんですよ。 建物を建てるかどうかっていうのはまたそれ別の話になってくるんでだからまあ平成27年判決をまあ踏まえるとね、まあ、今回のまあ問題と関係ないから。うんあの ちちょっっと余談にはなっちゃいますけど、まあ二27年判決を踏まえれば工事が完了しても、ねまあ、その後あの予定された建築物をまだ建てるという法的効果がまあ残っているから、まあ、でその、えー、予定された建物を建てるためにはその前提となる開発許可が適用であることが前提になるはずなんですよね開発許可が違法なのに建物を建てていいわけがないからそこはあの連動しているはずなんですよ、常識的に考えてねでそういう点で、まあ、あの27年判決を踏まえると、まあ、開発行為終わっても、ねえー、まだ予定建築物をこう設置することを阻止するという法的効果が残っているんだ 残ってるんだみたいな感じで、まあ、適当なことうまく言ってねで、まあ、競技の訴えりの利益があるんだみたいなことを言ってくるんだけど今回はねとにかく訴える利益がない方向での立論がね説明が求められてますから、まあ、そういう点で、まあ、今回は開発許可が、まあ、終わったあとにね一応反対利益としては、まあ、その監督 処分権の発令をするまあ利益があるということで訴える利益が残っているというのは言うかもしれないけどそうじゃないと結局のところはえその監督処分権を発令するかどうかというのはまあまあ結局はその開発行為が法に合っているかどうかというところでまあ見るんであってねまあ別にそれはえその開発許可の申請とか関係ないんだとかいろいろ適当に理由をつけてねやっていけばいいんじゃないかと思いますね。ちなみににその時に この中の2段落目の下から2行目ここが大事になります今の、ね、抽象的な理解っていうのはある意味、直感的なあの基,本基本的な判例をちゃんと理解していることを前提とした直感的なものなんだけど直感では答案は書けないんですよ。 点数もららえないから頭の中で分かってもね、それをあのちゃんと問題文に指示誘導に乗る形で、えー、文章化していかないと点数もらえないんだけど、でその時にね、この中論二段落目の下から二行目で、この立論をする際に、森、ま、林、あ、法の仕組みを踏まえた論述をすることを意識してほしいってことね、これ、行政法の試験の常識ですからねあの、処分の根拠法令がくっついてるんですよ、問題文に、資料としてで。それ使わないで答案書いたら、点数もらえないから、あのだから、まあ、今の直感的な、基本、まあ、もちろん基本判例を踏まえた上での、ね、山間ではないんで だからね。適当な勘ではなくて、あの基本知識をまあ踏まえた上でのまあ推測。どういうこと？今回求められているのかってことに対するまあ推測なんだけど、それをね。あのちゃんと根拠法令を活用する形で答案構成していくんですよね。で、ちょっとね。じゃあ条文例えばこういうのどうでしょうか？皆さん問題文のね。えっ、ー、と資料が6ページ、これ、今度問題文の冊子になります。問題文の冊子の6ページに資料1関係法令ってありますよね。で、その今のね。あの違反是正命令絡みのものね。建築 確認の話でいうとあの違反是正命令みたいなものに対応しているものが6ページの森林法の10条の3、ここにあります、これをだから条文、うまくね趣旨から解釈してね、えー、いけばいいんじゃないかと思うんだよね。だから結局開発 許可がまあ許可が工事完了したとしても、ね、それでもなおこの違反是正命令みたいなこの監督処分権のまあ行使ができるからだからやっぱりその開発工,工事のまあ完了が終わっちゃったら、ね、もうその例えばわざわざさ監督処分権をあの、まあ、発動するために訴えの利益を残す必要はなくて、ねえー、まあ訴えの利益やっぱり消滅するんだみたいな感じで、まあ、書いていけば、まあ、さっきの誘導に乗ったような実、ねまあ、論ができるんじゃないかと思いますでそこで、ねまあ、例えばですよ答えはもうき特に決まってないと思うんだけど例えばこの10条の3で、えー、まあ監督処分で見出しついてますよ、ね であまずだからここに着目する能力って必要だと思うんだけど、それはさっきの59年判例をちゃんと理解して、これ、今、応用してるってことですよ、あ似てるなと、ね、59年判例と同じ根拠法令ではないけどね、あっちはあの建築基準法なんだけど、でもまあなんか森林法の規定もなんか似たような制度あるじゃないみたいな、そこに気付くっていうのが応用なんですよ、基本の応用,応用になりますよね。だから、基本の理解っていうのは大事になります、日頃の勉強でね。 で10条の3読みましょう都道府県知事は森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは全条第1項の規定に違反したものでねこの後まあちょっとあまり本件の事案にあまり関係なさそうなんでここですね、全条第1項の規定に違反したものに対して監督処分をこう発,令発令することができるわけですね。違反是正命令令みたいなものを、まあ、発令することがまあ でできるんですけど今回例えばですけどちょっとこうメモを書いてきましたけど「設問1」2に関係する形でこれ使おうとしたら、えー、例えばですけどその例えばその。 開発許可を取り消されたものも、えー、ここでいうねこの全条1項の規制に違反したものにまあ含まれるんだとその法の趣旨からして全、えーまあ、条1項というのは結局、その例えば申請の手続きを取らずに勝手に開発許可したとかそういうような形になっていると思うんだけど、まあ、申請をした人でもね、えー、それが結局、そあとで取り消されてしまったいろいろ一定の公益上の必要性からね、えー、その取り消されたような人でもそれはもう無許可で開発した人と同じように扱うべきでね利益状況的にね。ねであれば、まあ、結局は その、えー 監督処分の,税制あの結局、発令可能になりますよね結局工事完了した後でもね、まあ、そんな感じで、まあ、なんか適当に現場で、まあ、こう考えて、ですねうまい具合に訴えの利益がね、工事が完了した後,後も、なおね、えー、まだまだ監督処分、発令できるわけだから、まあ、今みたいな感じで、十条の三の規定を解釈することによってね、監督処分権の、えー、発令ができるわけだから、だからまあやっぱりその訴えの利益がなくなっちゃうってことね、訴えの利益を残すとしたらさ、やっぱその監督処分権とやっぱの関連性ね、そこのところで、えー、やっぱりその、えー、開発、工事が完了して、 それで監督仮に処分が発令できないってなったらさ、それは訴えの利益残るんでしょうけど、訴えの利益を残しておくべきなんでしょうけどね。えー、だけどまあそういう風うにあの今度逆の理論をすればね、訴えの利益は証明するんだって形でゃんいけるんですよね。で今回は多分そのそういう立論がま求められてるってことになってきますね。でここは完全に基本の応用ですよね。だからまずインプット段階では59年判例をちゃんと理解しておくと。 いうことですね。で、それをこの今のま問題文に即してね。まあ、何をどう？順番で書くと何か分かりやすくこう表現できるのかな？ってことで、まあ、そこのところをこうね。あのうまくやっていくといい感じなんだ。だ,だったんじゃないかなというには思います。じゃ、あ行政をこれにしていきましょう。時間がね。あの押してきますのでね。 じゃ今度民法になりますこのままページめくってもらって、ねえー、と問題文はその後ね今度民事系の第1問っていうのがあ,のありますので,でこれが民法になります民事系は、ね、第1問、第2問、第3問というのがあって民法、商法、民事訴訟法の順番なんですねでそこでまずは民法に対応しているものが2ページ。 あすいませんあの2ページ、投資番号じゃないんですみませんあの、民事系科目第1問というふうにあの書いてあるところ、ね、問題文、あげておいてください、えー、そして、えー、と私の講師レジュメ、ね、取材の詩レジュメの方は、えー、民法のところは今の、ね、行政法のあの後になりますから、えーまあ、15ページ、こちら、投資番号振ってあります、私のレジュメの方はは、ね、投資番号がありまして、あの15ページのところになりますねでこの、今回ね、この限られた時間の中で、この民法で学んでもらいたいことは、最近の試験員はどういうい質の 勉強を、ね、受験生に求めているのか。 っていうところをまあ理解してもらえればと思うんですよね。で、そうそれを理解することによって普段の皆さんのまあ勉強の質をどこまでこうねあの上げていけばいいのか、逆にどう手抜きしていいのかっていうところがあの分かると思うんですよ。まあ同じ民法でもあのやっぱその自分の受ける試験に合わせていかなければいけません。あのいろんな国家資格がねまあありますけど、民法って大体多くの国家試験で出るんですよ。まあ予備試験の司法試験は高員が一緒なんで基本的に同じ質だと思っていてください。それ以外のねあのまあいろんな国家資格ってありますけど、まあ民法の科目はまあほとんどの国家資格であの要 要求されてますがねでも、その各やっぱその資格試験によってですね質は全然違うんですよね。でそういう点でまあ皆さん、やっぱ司法試,試験とか予備試験を受けるまあ人ですから基本的にはその問題を作っているこの交際員ねン、司法試験と予備試験のコー員一緒なんで、まあ、あの予備試験の人も司法試験を参考にしてもらえればと思うんだけど、まあ、最近、どういう質のものをこう、ね、要求されているのかということを理解する。 そこで15ページのところなんですけども、これ、説問1の括弧1をちょっと題材にね、最近の試験でこういう質で勉強することを受験生に求めてるんだってことあの理解してもらいたいと思ってます、でこれね、94条2項の類推の話なんですよ、民法94条2項の類推の話になります、で15ページの、えー、括弧1、あ一番上のブロックね、えー、説問1括弧1は虚偽の外観を信頼して取引をした者の,の保護をどのような要件のもとで図るかという問題に関する理解。<laughs> を問うものということいこになりますねで結論、これねあ、これちょっとさすがにシーに、そこまで丁寧に書いてくれないんだけど、94条2項の累推適用の要件ですぐ出てきます、頭の中で、まずこれが出てこないと、もうどうしようもないんだよね、基本知識の,あのインプットのところでねで、今ちょっと大雑把に言うと、あのまあ、要件3つあるじゃないですか、あるんですよ、まあ、虚偽の外観というのとね、その外観サークスについての本人の奇跡性というのと、あと相手方の信頼ね、これも結局、利益考慮のツールなんですよね。外観を本人が規制規制 でねその外観作っちゃったらさそれを信頼した人を利益交流上保護した方がいいんじゃないかという価値判断が働くんで、まあ、そういう点でそういう理解のもとに累積請求の,この類似的な要件っていうのがこう出てくるわけですよね。でそういう点で今、抽象的な話になってる,なってるんですけどじゃそこでいうねその、えー、虚偽のあの例えばその虚偽の外観というのはまあそんなに問題にならないんだけどその本人の奇跡性って果たしてどういう質のものなのか。 相手方の信頼というのはどういうもの,なのか、ね、そ相手方の保護要件になるわけなんですけどもそれは一体どういう質のものなのかでそこを深く突っ込んだ問題が今回の「設問1」の「括弧1」と。 いうところになってきますねだから抽象的に予備校の、まあ、よくほらあ,のあるでしょあの論調パターン集とか、ね、94条2項の類似でさ、まあ、要件見つかりてあるじゃないですかよく予備校の方は競技の外観とかさ本人の奇跡性とか、ね、相手の信頼とかね、えー、でそこをねもっとちゃんとあの深く、ね、どういう利益状況があればその本人の奇跡性が肯定されるのかとかそういうところまで聞いてくるんですよ本番の試験ではねでその点ですねそこに関しましては、えー、15ページの一番下のブロック見てください これちょっと基本知識が頭に入ってないとね少し難しいかもしれないんだけど、逆に基本知識がもうすでに94条2項の勉強ちゃんとしている人はすごく参考になることが書いてあるところです、ここのところね。ねちょっとご紹介しますと15ページの一番下、3えー、法94条2項が累積性が認められる場合としては、今回、特にやっぱ、ね、この奇跡性要件、まあ、相手の信頼要件も大事なんだけど、本人の奇跡性要件が一番メインになります、この事案ね。で 本人の奇跡性が認められる場合としてはでこの先も全部奇跡性の話だから判例の射程も踏まえた奇跡性の話が始まってきますからでそういった、ね、奇跡性が認められる場合としては本人自らが虚偽の外観を作したとき、ね、これどう考えても奇跡性ありますよね最終的に出来上がった相手が信頼した最終的な外観を自分で作っちゃったとっいうパターンですよこんなもん奇跡性要件肯定していいに決まってるじゃないですかで一応そういうのを便宜上この括きの中ね外形意思対応 とかあと外形自己作出型みたいなね最終的に相手方が信頼した基準時は相手の信頼人になります相手方が信頼した虚偽の外観をもう直接自分作っちゃったっていうねだ典型的に奇跡性があのもう肯定されるそういう類型になりますこれはね えーまあ、それやあと2行目の終わりから3行目虚偽の外観の作出がこれ自分じゃなくて他人が作った場合です。えー、他人によるものであってもただね本人がその存在を知りつつその存続を明示目次に承認しちゃった時はその結局相手方利益交流上相手方の保護の必要性との関係で自分でも外観作っちゃった時 ちゃった時とね。まあ、同じような扱いをすべきだという価値判断が働いていくんですよね。で、そういう時にも本人の奇跡性がまあ肯定されるということになります。ここも超基本知識ね。もう基本中の基本になります。そして今回の問題まだまだなんですよね。もっと先のことを聞いてくるんですよ。こういった基本をよく理解していることを前提にね。次の段落これに対し。 これに対し、えー、本人が作出した虚偽の外観に他人の行為が加わってさらなる虚偽の外観が作出されたが本人がそれを知らなかった場合これねちょっと基準値を意識しないといけません本人はある外観を作ることは認識してますだけどそれに他人がさらに自己的に関与してその外観の内容が変わってしまった場合ですねそういう時の話をしてます基準値がだから違うのねさっきと違ってね でそういう場合、ね、もう一回、ね、これに対しのところこれに対し本人が作詞した虚偽の外観に他人の行為が加わってさらなる虚偽の外観。 がね、作されれたたが本人をそれ知らなかった場合よくあのインプットの,さあの段階で皆さんあの学んだことがあるんじゃないかと思うんだけど本人はその所有権移転の仮登記を、ね、あのまあ虚偽の外観を作るということは認識してたんだけどその後勝手に他の人が本登記にこう勝手に外観の内容を変えて、ね、その本登記を信頼して不動産譲り受けた人それをどう保護するのかというそういう問題でよく、ね、この事案出てくるんですよねでそこがあのあの念頭に多分ここ書かれてると思いますそれを抽象化したのが、ね、おそらくここなんですよね。 そしてこの後ね、そういった、えー、場合や、あとこの後、二段落目の二行目の終わりから三行目、本人が他人を信用して交付した書類が乱用されて、これ結論から言ったら平成18年の最高裁判決を多分念頭に置いた表現だと思います。あの、それを類型化したものだと思います。えー、本人人が他人の信用 他人を信用して交付した書類が乱用されて虚偽の外観が搾取されるなど本人が虚偽の外観搾取の原因を与えていた場合ね、ねこれ、要はね、ちょっと下の宙に宙をつけておきました、これ、外観余韻型っていう表現をあの取材主では書かれてますけど、これね、本人が虚偽の外観を一切認識してないケースになりますね。 だから、基本的にこういう時に、その本人の奇跡性、ね、奇跡性が認められるだって、自分の権利を失っちゃう可能性があるわけなんで。自分の不動産とかさ、失っちゃう可能性があるわけなんで、まあ、それなりのやっぱ奇跡性っていうのは、それなりの重さっていうのが、あの、要求されるはずなんですよね。で、この外観要因型って形で、これ書かれているのは、本人がね、外観の存在を一切、まあ、認識してない、まあ、事案だ。っていうことなんですよ。だから、そういう時って、やっぱなかなか基本的に奇跡性はね、認められなさそうだよね。だけど、そんな中でも、こういう事案で、本人が外観の存在を認識していないにもかかわらず。その奇跡性要件。 肯定した判例があるんですよそれがこの次のページこ,この18年判決がそうなりますで今回結論から言うとその外観の存在を認識してない事例を出しましただからそういう点で18年判決となんか似たようなあの事案になってるんですよただ18年判決は外観の存在を認識してないのに本人の規制性肯定するにはそれなりの根拠が必要になるわけでねそれだけやっぱその権利を失うに値するだけの落ち度がまなければまあいけないんだけどかなりね本人に不注意が 不注意な点があるということをかなりこう指摘はしてるんですよね。所有権の移転に必要な登記をまいろいろ目の前で他人に作られてるにもかかわらず、えー、そこのところを精査しないとか、ま漫、あ、然とね所有権の移転に必要な書類をこう目の前で作られてるのにそこをま精査ずにも漫然見過ごしてしまってとかね、まあ、そういうところを着目して、えー、不注意の程度があまりにも重いってことでそうなってくるとこれは利益考慮上まあ、第三者の保護の必要性でもこう出てくるじゃないですか。でそういう時にその規制規制っていうのを認めていくことにまなってくる。 わけなんですよねところが今回はその18年判決の事案と今回の事案を比べるとね18年判決の事案ほどの不注意がなさそうな事案なんですよだから結論としてはこの判例の違いですね18年判決は超基本判例だから、まあ、藩士のさっきのほら行政法のところで言えばさあの建築確認のねあの競技の訴えの利益の判例ポイントをちゃんと押さえておかないといけないのと同じで18年判決っていうのは、まあ、これはちゃんと事案のポイントとやっぱ藩士のポイントっていうのは事前に押さえておかないといけないね、まあ、判例 なんですけど、そこが抑えられてるとね。多分あの事案が違うとわかると思います。まあ、今回そこまでの18年判決があの言うほどの奇跡性はないなってことで、おそらくあの奇跡性を否定する方向になるんじゃないかと思うんですよね。で、この点はですね。えっと次のページ16ページ16ページででこれ今年あれだね。取材主がね。随分丁寧に書いてくれててね。回答例みたいな。それに近いまか、あ、そのまま島に書いていいわけじゃないんだけど、あの回答の方向性かなり具体的に書いてくれてます。16ページの最後のブロックかっこ5え取、ー、主のレジュメのね、えー 十五、あ、ごめんなさい、十六ページです失礼しました。十六ページの。二個目のブロック、かっこ五で始まってます。ほら、本文の回答としては、どうたらこうたらでしょう。ちょっと長いから読むのやめますけど、あの、まあ、奇跡性やっぱ否定する方向で、なんか書くことが想定されてみたいですね。でやっぱその十八年判例とはだいぶ。 事案が違いますとあでねちょっとあのこれ、メモ、えー、書いたんだけど、まあ、無理してメモ取らなくていいんですけど大した内容じゃないからね、ちょっとこれ、何が書いてあるかというと、あのこの取材の誌に18年判決だけじゃなくて、15年判決もあので出てるんですよ、だけど15年判決っていうのはね、あ18年判決は判例百選に載ってる判例だから、これ誰しもが知ってないといけないんだけど、15年判決は別に百選に出てるわけでもないし、たまら知らなくても大丈夫です、18年判決をよく理解していれば、まあ、明らかにそのね、18年判決が奇跡性を本人の奇跡性を認めたような、そういった不注意な点、今回なさそうだから、 まあそういう点で奇跡性をまあ否定するってことはあの十分可能だってことで、まあ、そういうことが言いたいわけねだから何でもかんでも知識ではないっていう話ですよねあのもうこうね取材の人に書かれてる裁判例とかをさ全部覚えておかなきゃいけないってなっちゃうと結構負担が重くなっちゃうんでここは判例学生に乗っかってる18年判決ねそこのところをまあしっかりと。 理解しておけばまあ、今回十分可能対応可能だったって話になります。だからその前提としてやっぱその本人の奇跡性っていうのはまあ、どういう利益状況があるときにこう認定されるのかということでそこをさっきみたいにちゃんと整理していかないといけないよね。この18年判決だけ知ってればいいっていう話じゃなくてさっき前のページの主題主のところでほら順番になってたでしょ。まず外観自分で作っちゃったときから始まってで典型的にま奇跡性があるときですからで他人が作っちゃったときでもね本人がま外観の存在を認識していることが前提ですけどまあ、明示目示にその外観まあね。えー 承認しちゃって相手放置してるのときなんかは結局自分で外観作っちゃった時ときと同じぐらい奇跡性があるんだ相手方の保護の必要性との関係での利益雇用的な話になりますけどまあ自分でもう外観作っちゃったときと同じぐらいの奇跡性なんだみたいな多分そういう価値判断のもとにですね本人の奇跡性を肯定してますよね。ここれがが最最初初ののの段段落落でしょょ次の段落のととろはちょっとズレがある時だよねえ なんかある外観作ることは本人認識してるんだけどその後他人が関与して外観の内容が変わってしまった時ですよね。で、まあ、そういうような時もまあ一定限度でその本人の奇跡性をまあ肯定することが時がありますね。で一番難しいのが本人が一切外観を認識してない時なんですよ。さっきあの外観余韻型とかって書いてありましたけどね、まあ、言葉別に無理して覚えなくていいですけどとにかく本人が外観の存在認識してないのにさその自分の権利を、ね、失うことをこう結局まあ正当化するようなそんな奇跡性落ち度はあるのかっていうとさそれなかなかそれ肯定しづらいと思うんですよね。ででもそういうい中で18年判決はまあ一定 のまあ事案のもとにね。それをあの肯定してますから、まあ、そこのところをまあよく理解できるかどうかっていうところね。そこがあのポイントにまなってくると思います。だからこういう勉強するんですよね。あの <laughs> こういうことをま治験。公債員は皆さんにまあ求めてるって話なんですよね？ でこれほらあの大丈夫なのよ、論文試験で満点取らなくても合格できちゃうからあの法務省の方うで、まあ、予備試験でも司法試験でも論文の合格点発表してくれてますけど大体満点を基準にしたときに半分ぐらいの点数取れれば、まあ、合格ができます、まあ、もちろん上位の方で受かりたかったらもっと取らないといけないんだけど <laughs>、まあ、とりあえず合格できればいいやっていうんだったら、まあ、半分ぐらい司、ね、法試,試験でも予備試験でも取ってくれればいいんでねで,、えー、でもその半分取るのって結構大変であのやっぱこういう基本的なところをちゃんと日頃からの勉強してないと半分すら取れないんですよね。だからまず 合格すするるに大事なことはことは敵を知ることは知ですよ今あの、まあ、どういうことを本番の試験の時に求められているのかねそれは予備校の答練でもないし法科大学院のまあ期末試験でもない大学の学部の期末試験でもない皆さんがやっぱりこのね戦っていかなければいけないのは本試験のまあ問題になるわけですから今こういうまあ質の問題がまあ出てるんだということよりよく理解をしてねでこういうのに対応できるようなまあインプットの勉強をねしていけばいいんじゃないかっていう話ですね。というわけでまあ民法こんな感じにしておきましょう。またねちょっと時間があの ししてきましたのでねじゃこのま,ままたページをめくってもらって、今度、商法になります、えー、出題の趣旨のレジュメで言いますと、えー、商法に関しましては、ですね27ページになります、出題の趣旨のね講師レジュメに関しましては、27ページ商法、そして問題文の冊子もついでに、あちょっと民法のやつ、ペラッとめくってもらって、民事系の第2問になりますけどね、民事系の第2問のところで、ちょっと商法のところを、えー、開けておいてください。で 今回この商法の問題を使って特にですね商法の、まあ、今回会社法がテーマになってるんですけどその会社法の、まあ、要は重要基本論点が今回一つ あの経営判断原則が取材されているんですけど、それがどういうやっぱその質で、ねえー、その問われているのか、学部のやっぱ大学の学部の期末試験とは全然違いますということで、まあ、そういう点で、ね、さっきの民法の話と一緒なんだけど、まあ、どういう質の勉強を、ね、これからしていかなければいけないのかといかうことを理解するちょっとこう題材に使ってもらえればと思うんですよね、経営判断原則。で、経営判断原則に関しましては、ね、説問といたしましては、問題文の4ページになりますね、民事系第2問の4ページ。 のところになってきます。で、えー、ちょっとここだけ読むとね、あの分かりづらいと思うので、まあ、ここはちょっと開けておいてもらって、出題の趣旨の、えー、レジュメのですね、えー、29ページを見てもらえますか。29ページ、出題の試レジュメね、講師レジュメ、私の講師レジュメ、出題の試レジュメ、29ページのところです。で、縦三括弧1っていう。 ところで始まってますけどねちょっとここでいくつかご紹介したいと思いますまあ、最初の3つぐらいのブロックをご紹介してねでちょっと中央つけてたんでそこまで含めてお話をしたいんですけどもまず29ページね次第のシしれじめ29ページ縦3括弧1 1個目のブロック設、えー、問2においては事業譲渡の譲り家会社である母社 の少数株主である J としてはその代表取締役 G が親会社である後者の代表取締役 A の圧力のもとで、えー、デューデリジェンスねこれはあの、まあ、あの問題文の本文の方に説明があるんだけど、まあ、事業上とするにあたって、まあ、いろんなやっぱ適正な価格とかを、ね、いろいろまあ調査したりとかしなければいけないんだけど、まあ、そういう話になります。そそののねねね今回ね本当はデデューデリジェンスををするべきだったのににれをせずに、ね 事業上しちゃったんですよねでその結果ちょっと相場価格よりもね、えー、相場価格との比較で損をするような、まあ、事業譲渡をこう実現してしまったってことね、えー、そういう中で役員の任務け態責任の追及がまあ問題になるんですけどでそういう中で経営判断原則がまあ問題になるって話なんですよ。でこのの個目のブロック見てください括弧に 29ページの括弧にまずこれ G、まあ、今回のねあの、まあ、事業譲渡によって損をした会社の役員なんですけど、えー、その G の義務違反の有無についてはね、まあ、デューデリジェンスするべきだったのにそれしてないので、まあ、義務違反ねいろいろ任務受けい全館中義務とか中立義務とか、ねまあ違反してね、まあ、任務受けいです会社に損害発生させるその義務違反の話になるんですけどその G の義務違反の有無についてはやはり丸一通常であれば経営判断原則が妥当しうるところ。 ただねやっぱさ,いさすが司法試験、まあ、予備試験も同じですけど、深いんですよね、そのなんか論証パターン貼り付けた形で処理できないようにひねりを入れてくるんで、その先がひねりになります、まあ、通常は軽犯罪検査が妥当しうるところ、その後特殊事情、後、え、者、ー、が母者の,、ね、の親会社であるという関係に着目し、以下に述べるように利益相反関係が存在することをした指摘した上えで、辞、えー、の全監注意義務または忠実義務違反の有無を、えー、判断する基準を ってことでこれ結論から言うとねちょっと利益相反的なあの役員さんがね今回の事業譲渡をすることによってちょっと利益を 得るようなねその損した会社の役員さんが、ちょっと利益を、まあ、得るような状況があるんで、その会社の利益とその会社の役員さんの、まあ、利益がちょっと相反するところがある,あるんですよ、で通常、その利益相反するような時にですね全監注義,義務違反とか、忠実義務の、まあ、違反を判断するときに、経営判断原則はあの使わないんですねで、ちょっとこれからその話をしたいと思います、でそれはですね、ちょっとページ、あの私のレジメの31ページ、ちょっと基本知識をつけてきました、事前にやっぱりここ深く理解しておかないとね、問題の所在が発見できませんので、 Yeah. you. 31ページね、ね経営判断の原則というところを見てください、でこれちょっと長いから全部はあの紹介しませんがね、ねちょっとこの今の話を理解するに必要な限度でお話し,しますと、31ページの経営判断の原則って書いてあるところ、1個目のブロック、矢印のところです、えー、経営判断原則っていうのは、アメリカの判例法理で構築されたものでね、まあ、次の考えに基づいてますと、で2行目、線引いてあるところ、えー、企業経営はリスクを犯すことなしに成功や成長することはありえないということで、なんで、経営萎縮させないようにするためにね、まあ、とにかくあの冒険的な経営をさせようということでね、萎縮しないで冒険的な経営をまあすれば、 朝、会社が利益を上げてで、ひいては会社の自主的障者である株主の利益にまあ返ってくるわけなんですよね。で、とにかく経を萎縮させないようにするっていうのも、株主の利益にまあなるんで、まあ、そこは大事になってきます。まあ、ゆえにですね。話戻り、このレジュメに戻すと4ページの終わりのところからですね。そこでなと4ペアごめんなさい。4行目ね。4個目の4行目の終わりのところ、そこで。 えー、取締役の経営判断が会社に損害をもたらす結果を生じさせたとしてもねだから結果的に、まあ、あの損害発生さしが発生しちゃったとしてもその判断が誠実性、合理性を担保する一定の要件のもとで行われた場合ねこの一定の要件というのは考えないといけないんだけどね今回、ここを考えさせる問題だったと思うんだけど経営判断原則が妥当するのかというまはその判断が誠実性、合理性を担保する一定の要件のもとで行われた場合経営判断の逃避につき裁判所が事後的に介入して、えー、全館地域民法を理由に取締役の責任を直ちに問うべきではないってこと、ね、だから。 結論だけで見ないって話なんですよ。ある役員の行為によって会社に結果的に損害が発生しました。だからといってそこから直ちに全館中義務とか中立義務の違反があったってことでね、それで任務下大責任で会社法423条1項の損害賠償責任をあの負わせるっていう、そういうことはしませんよってことなんですよね。で、その慎重に経営判断のね、ところをね、それが任務桁に当たるかどうかってことを判断するためにあの経営判断原則っていうのがあります。で、それがね、32ページを見てください。 32ページね、まあ、結果だけで見ないって話なんだよね、経営者を萎縮させないようにするためにね、株主の利益になるわけだから、冒険的な経営してくれて、利益上げてくれた方がね、でそういうことで、結果だけで見ない、でそこでね、そういうその判断枠組みって、誰に有利になりますか、皆さんに問題です、今みたいなさ、結果、会社に損害が発,し発生したということから、直ちにさ、その任務形態があったっていう、そういう認定をしないってのは、誰の利益のためですかって言ったら、 それはもちろんその損害賠償責任を追及される役員のためのものになりますよね。だからそういった役員保護の必要性がないような時は経営判断原則を適用すべきではないとことになってきますね。役員のその任務代え責任を結局あのそう制限する方向でね働くわけでしょ。法的効果が経営判断原則というのはだからその役員の擁護性がないようなときっていうのはやっぱりその経営判断原則で慎重に判断をするべきではないということになっていくるんですよね。これが、えー、大事な視点になりますね。経営判断原則をその事案に適用すべきなのか適用すべき ないいのかっていうとうころの、えー、大事な視点、になると思いますすこの点ですね32ページの1個目のブロックを見てください、経営判断原則の適用範囲というブロックです、32ページ、これ読んでいきますと、経営判断の原則は取締役が会社の発展や会社の理事を追求するためにした冒険的な経営判断についての全館義議違反の成立範囲を限定する法律なので、例えば故意による法令違反、こういう時にやっぱり適用しちゃいけないと思うんだよね、擁護性がないんですよ、結局。ねえー、そしてこれほら取締役と会社、まあ 会社引いてはね。あの会社の自主的な所有者株主。 との間の間利益がショートスルーな場面、まあ、簡単に言ったら利益相反取引とかあの協業取引みたいな、ね、ことをしてしまうときなんですよね。でこういうときは経営判断原則の趣旨がねその役員の損害賠償責任を制限するというそういった趣旨が妥当しませんので経営判断原則を適用しちゃいけないって話になってくるわけですね。で今回の事案はまさにここの理解を問われてるんですよ。問題文でねまずね利益相反になるところもあるんだけどでも反面ちょっとデューデリジェンスをましない。 で事業譲渡実行しちゃったためにねちょっとこう、まあ、値段的なところで損しているところはあるんだけどだけど、デューデリジェンスをまあする時間を取ってたらちょっとまずいところがまあ,あったんでね直ちにそこをしないと会社のまあ利益にかかってくるというところがあったから、まあ、そういうところで迷いに迷ってそれで結局はまあ必要な調査をねデューデリジェンスをまあしないまま,まあ事業譲渡した結果ねでちょっとこう差額分かな。確かあの相場がね 1,000、まあ、万みたいなんですよちゃんと調査をしてればだけど4,000万で事業を譲り受けてしまったんで、まあ、今譲り受け会社の役員の責任追及の問題になってるんだけど3,000万円損させてるんですよねちゃんと調査をしてれば、まあ、譲り受け会社が払うべき対価は1,000万ぐらいだったに対して実際4,000万払っちゃったんだよね事業譲り受けた対価としてねその役員は会社に3,000万差額のね3,000万を 損させているってことになるんですけどね、で、そこ、まあ、ね、四二三一項の役員の損害は、役員の会社に対する損害賠償責任ってことで、追求していくことになるんですけどね。で、そこの前提として、四二三のあの要件の一つに、まあ、任務受けたいっていうのがありますから。その任務受けたいの認定をするときに、この、経判断原則を使っていくことになるんですよね。全管注意義務、あるいは、忠実義務に違反するってことが、その四二三一項の、まあ、要件の一つの、まあ、任務受けたいになるからね。えー、だから、これはね、あの、結論どっちでもいいんだと思います。ただ、この、両、両、あの、両方の利益に。 着目した検討をすするのは必須になります利益相反的なところがあるという指摘と、まあ、反面ね、えー、それがデューデリジンスをしないことでとにかくあのちょっと急ぐ必要があったんですよ早くこう、えー、事業上等を実現するような事情もあったから、まあ、そこの両方を指摘してであとは皆さんがどう考えるかなんですねこれは多分答えは決まってないと思いますただ合格ちゃんとこの単独でこの今の質問だけで単独で合格点を取ろうと思ったら自分の何か 一方的な主張だけで、こうね、なんか終わりにするんではなくてね、多角的にね、まあ利益相反の側面もある。でも一方で、えー、そのデューデレジンスをしないで、急ぐ必要もあった、事業上渡を実現するね。まあ急ぐ必要があった。で、そういう時に果たして、さっきの。経営判断原則の趣旨は、まあ事前にね、インプットで理解しとかないといけないんだけど。そういう時に、取締役のその任務受け代責任は制限する趣旨の。まあ経営判断原則使っていいのかってことね。そこのところを。まあ自分で、こう考えるって話なんですよね。だから答えは、結論はどっちでもいいんだと思います。この問題はね。どっちの利益もある、両方入ってます。 ので問題文のところね、まあ、そういう感じでぜひあの、まあ、こういう質の問題が出るんですよということで、まあ、今回押さえておいてもらってねで、まあ、日頃のインプット気合い入れてくださいってあれですよねあのだ甘くないでしょあの経営判断原則なんてね合格する結果的に合格する人なんかみんなあの要件あの判断枠組みぐらい問案にかけるんですよ論証パターン丸暗記してるからねだけどやっぱその先なんだよねその趣旨をちゃんと理解してで果たして本当に今回の問題に使っちゃっていいのかっていうねその事案に使うことができるのかっていうところはあの聞いてきますからねだからまず適応 むしろってことで過去問はこういう質なんですよね。これに合わせた勉強を日頃からしていかないと本番の試験に時にあの偉いことになってしまいますからね。全然対応できないってことになっちゃうからね。えー、まちょっとこうね気合を入れてほしいというところになります。さてじゃ今度ね民事訴訟法に行きます。 出題の趣旨のレジュメはそのまま次のページになりますね、33ページ、出題の趣旨のレジュメはそのまま今の経、ね、営判断原則の適用範囲って書いてあるところの次のページ、33ページになります、そして問題文の冊子の方はね、えー、と民事系第3問。 のののとととこころろをちょっと開けてください商法の次のところね第2問の次の、えー、ところになりますね。えー、民事系、えー、科目第3問というところになります。で、これもね、あの最近あのこういうちょっとこう、説問が出てきて、こういう質の勉強を日頃からやっていかなければいけないんだということのちょっと理解に、えー、こうね、する題材にしてもらえればと思うんですよね。でそこでね、えー、ちょっと見ていきますと、えー、問題文のね、 2ページと3ページが今ちょっと見開きになっていると思うんですけどもで特にね、えー、ちょっとまあ特徴的なね。近年のまあ試験対策をする上で参考になるのが3ページの真ん中辺の設問1の課題1になります。設問えー、1の課題1になってきます。で、これね。簡単に言うと当事者の確定の問題なんですよね。当事者の確定に関しては1。2年前まあ、2010年かな？西暦で言うとね。 まあ平成22年度のまあ試行試験の時に出てたんですけど当時は簡単な問題でした、まあ、私が合格した試験なんですけどね12年前のまあ試験でね <laughs> まああの当時簡単あ最近だから基本的にね深い試行を求めるあの傾向になってますよ最近はだからまあやっぱ45年前の,やっぱその合格者の時の試行能力とはやっぱ随分違うなって今求められてるものはね最近の方が大変になってるようなねっていうかまあ面白くなってるっていうふうに言っ,言った方がいいのかないろいろ考えさせるようなまあ問題を出すようになってます近年どん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 ね だおも面白くなってますよ、昔はつまんなかったね、そういう意味ではね、12年前も当事者の確定出てるんだけど、まあ、別になんか論、まあ、正直論証パターン、丸暗記丸貼り付けで対応できるような <laughs> まあ問題だったんですけど、それが禁似できなくなってるんですけど、これやっぱできない問題になってますね、でそういうところで、ちょっとね、当事者の確定ってすごく大事なテーマなんで、ちょっとね、今回どういう形で出題されたのかってところを、ちょっとお話ししたいと思います。でえーとねえー、まず、ね、2ページの ちょっと縦1と縦2だけ簡単にポイントを確認したいと思いますね。えー、当事者の確定ということね。でまず、ね、縦1の1行目なんですけど、えー、この、ね、株式会社エムテックというのが出てきます。株式会社エムテック、ねで。これまあ長いから2行目でこう以下、ね、こうと、まあ、いうふうにあの言うみたいです。このね、株式会社エムテック、えーで。その代取りが2行目の終わりの方にありますけど代表取締役代取り、ね、A になってますね。 というわけで今とにかくエムテックという会社があるとでそれはまあ略称、こうだということでねで大統領は A だとでそんな中でこのエ、ね、ムテックちょっと建物がまあ必要だってことでそれをまあ賃貸、ね、借りたいっていう話になったんですよでそんな中で産業名ここに X っていう人が出てきますこれ今回、X がね建物貸してくれるんですけどね えーまあ、X、これ建物を貸してくれる人になります、でそんな中で縦位置の下から2行,2行目かな、あの賃貸借契約結びます、X さんが、ね、こエムテックの方ほうに、ね公認えー、建物を、ね、賃貸するという形で、賃貸借約が。 締結されますあ結構話は単純ですから、ね、とにかく今、エムテックが X から建物を借りたって話ですよ、賃貸借契約でね、で縦に、はい、これも話が単純です、あの2行目、賃料の支払いが滞りってことで、だからまあ、エムテック、建物を借りたのはいいんだけど、まあ、ちょっと経営上と業績悪化しちゃってね、ちょっと賃料を払えなくなっちゃったみたいなんですよ、でそれで訴訟が起こりますから、でそんな中で、ちょっと当事者の確定の論,点論点が出てくるって話なのね、まあ、そこでもう一回ね、縦に、えー、賃料の支払いが滞りましたと。でそんな中縦に のえのー、4行目ぐらいかな、4行目か5行目あたりでさ、内容証明郵便で通知ってあるでしょ、あの要は賃料払わないと訴えるぞっていうね、まあ、そういう警告ですよ、内容証明郵便でね。で、その通知を受けたエムテックの代表理の A は、ちょっとずるいことをしようと思うんですね、ずるいことで、それがその内容証明郵便で通知っていうふうに書いてあるところの、その先のところなんですけどね、縦2の5行目の。 途中のところですが、こうは期間内に未払いの仕ーれをしらなかった、A は、これね、エムテックの大取りです、えー、X の訴えを空振りさせて、時間稼ぎができるようにね、悪いこと考えてますよね、で一ンジーでその先ほどのこうの称号、まあ、要はエムテックの称号を、えー、株式会社 G−TEC に変更させてね、でさらにあの、この2行ぐらいしたかなあの、株式会社エムテックっていう別の会社を作るんですよ。 でそうなると賃貸人の X はさ まあ、新しくできた会社が、まあ、従前の自分が要は建物を賃貸したエムテックだというのにかんあの考えてねでその新しくできたエムテックの方を被告にして多分、訴え提起をまあしちゃいますよねだけど法人ってほら法人格一つ一つ独立まあしてるわけなんで実際に建物を借りたのは新しくできたエムテックではない,ないわけなんでねだからそういう点で被告提起がないから空振りになっちゃうはずなんですよ、その訴えね。またたた改めて変変更更ししし新い後ののの会社方方にねテクの方にね 訴え提供しなければいけないはずなんだけどでもちょっと時間稼げるんだよねそういうのを狙っていってるって話になってきますで、そんな中でですね3ページの こうに行ってください問題文の3ページの,あの2個目のブロックになります、あの会話文ですね、裁判官 J と司法修習生 P の間のまあ会話ってことですね、皆さんが司法試験に受かるとね、あの司法修習で裁判収集の時にこういうやり取りが実際されますから、裁判官は収集生に勉強してもらいたくて、まあ、結構いろんな質問をね、振りでし,してくるんだけど、そこをうまく答えられるとね、あっ、この人、優秀だなって思われてで、ますますいいことを教えてやりたいと思ってね、あのいい質のいいあの収集が受けられるんですよ。ここれれなななんか質問された時ににろくな答えが出せいいとねあ、まあ、ここいつに今 なんかもう教えても時間の無駄なってなって、まあ、まともなあのまあ時間を取ってくれなくなりますよねあの実務家の人ってのは忙しいからねでそれでちょっとイメージねあのちょっと余談にはなっちゃうけどねこういうやり取りされますんでねでそこでちょっと見ていきましょうかその J と収集生の会話なんですけどまず J ね裁判官ジャッジメントジ、えー、ジャッジのねまず 発言ですけどジジャッジ本件訴訟の被告に疑義がまあ生じていますから、裁判所としては被告を確定しななければなりませんとあの,被告の確定っていうのは結構いろんな学説があってさ、さ一説とか行動説とか表示説とか、実績表示説とか、あのいろいろ規範分類説とかいろんな見解があるんだけど、そういうのがどういう時に出てくるかというとね、ね被告とかとあの原告とか、そういった当事者が誰なのかに関してちょっと争いが生じているときに、逆に多分そういう時じゃなかったらそういう話しちゃいけないんですよ。議論の実績ががないいからね、まあ、そういうことで当事者が 誰なのかという風に争われてる時に今みたいなそういう話があの出てくるんですね。でそういう前提を作ってますね会話の中でこういう論点が問題になるんだってことでまあその前提事実をこう丁寧に説明してくれてます裁判官がまあ、そういうことで。 本件訴訟の被告に疑義が生じていますから裁判所としては被告を確定しなければなりませんとで当事者の確定の基準についてはさまざまな見解がありますがで私が、ね、自分が受験生の時はさまざ、あ、まな見,見解いらなかったんですよ、なんか1個だけ丸暗記してね論調パターン集をでそれだけで事例が処理できたんだけどそうはいかなくなりましたね、最近の試験は皆さんあの質の高い勉強しないとねいけないって話ですよね。まあ、そういういことで えー、今の、ね、J の2行目当事者の確定の基準についてはさまざまな見解がありますがここでは本件訴訟の被告がこうとなるような見解、えーまあ、実際にはオツオ被告に訴え提起がされてます形式上ね新しく作られた会社が名前がエムテックってなってるから賃貸人の X は勘違いしてねあこの新しくできたエムテックが、まあ、自分があの賃貸借契約を締結したね、まあ、従前からのエムテックだと思ったような訴え提起ましてるんで。えー まあでもそれにもかかわらず被告がこう、ね、だから実際当初の本当に賃貸借契約を締結したこうとなる見解、だからこれ結構ひねりが必要になってきますね、このところね。まあ、被告がこうとなるような見解、あと、おつとなるようなまあ見解ね、ねこれはそのまま本当にうあの形式的に訴え提起した通りなんですけど、おつとなるような見解。でそれぞれぞつ ずつ取り上げて、ね、一つ取取りり上上げげててねこれが見解に従って被告をこうまたはおつと確定することができることを、えー、それぞれまあ論じてまあもらえますかでこれが課題してことねだから従前はあの判例実務の立場のいわゆる自主的表示説というふうにあの言われてるものなんですけど、まあ、それだけよ要はさその あの考え方の実益なんかも理解しないままね、まあ、とにかくあの当事者の確定が聞かれたってことさえあの分かればさ、丸暗記して丸張りつあの、丸暗記したその論証貼り付けるだけで、一応、答案の形になるんですよ、三段論法、法的三段論法っぽいあの形がされてるんでね、まあ、それでこうなんとなく答案の形になっちゃうんだけど、最近はね、司法試験も予備試験も全般的になんだけど、それを許さないんですよね、その規範の意味っていうのをちゃんと事前に理解をあのしていく、さっきの商法だったら、経営判断原則というのはどういうものなのかっていうの深くまあ理解していかないとね、まあ、いけなくて、あとは民法のところだったら十四条二項 類推だよねあれの本人の奇跡性というのがどういうものなのかというのを深く理解しておかないといけないんですけが、まあ、そういう問題が出るようになったんですよねだから、まあ、多くの人は多分実質的表示説というのを、まあ、あの勉強しているとは思うんだけどねそれ実はいきなりそれが出てきたわけではないんですよ、まあ、いろんなその考え方の流れがあってその必要性があるから、まあ、実は出てきたって話になってくるの、ね、でそこでちょっと、ね、インプットあの出題の趣のの、ね、レジュメの方のところ、えー、なんですけども 37ページからちょっとこの問題に関する関連知識をねちょっとあのつけてありますのでちょっとこちらをご紹介したいと思います。当事者の確定ね。ねちなみにね、まあ、別に読まなくていいけどあの37ページの括弧1の矢印ついてるブロックあるじゃないですかでその下にあのち,ちっちゃい字で関連問題ということで,、ね、でこの司法論文 H22 問あ第2問、説問3、これ、私が受けた試験で、今回あの、令和4年はこちらね、この下の R4、説問1、課題1という感じになってますね。まあ随分、ずいぶん深い問題になったと思いますよ、22年の、12年前のね、私があの受けた時の当時と比べてね、まあ、深い思考がね、だ頭、鍛えておかないといけないよね。でそこでね、あの38ページ見てください、括、え、弧、ー、に当事者の確定の基準ね。 いきなりやっぱ世の中実績表示数が来ない。出て出てきたわけではないんですよね。その必要性があるから、あのほあの法規範というのは、現実の世の中の事案を妥当に解決する。 ためにでですすね生み,生み出されるものなんですよ意味,も意味もなく生み出されるものではありません、そんな無駄なことに時間かけ,かけたいと思う人いないから <laughs> あの、世の中の現実の世の中の事案をね妥当、まあ、に解決するために、ですね、えー、その必要だから理論構成というのがこう、まあ、学者の先生とか、まあ、最高裁の裁判官たちがね、まあ、考え出すって話になってくるんですよねで。結論としては今、実務は実績消滅の立場に立っていると言われてるんだけど、いきなりそこにいかないんですよね。でそこで このねカッコリの、えー、1個目の矢印のブロックの下のメモのところを見てください。ここで全体的な流れを理解できると思います。このメモね、まあ、矢島の促進部と講座の民事訴訟のテキストのデータをそのままここにちょっとコピーさせてつけてきただけなんですけど、ちょっとメモのところを見てください。まずね、ほら1行目、ちょっと線は引いてないんですけど、当事者が誰かについて疑義がある場合は、 えー、訴,訴状の当事者欄に記載すべき当事者や判決項を受けるべき当事者が誰になかを確定するためにでこの後2行目の終わりから3行目裁判所は当事者を確定する作業をしなければな,ならなくなるとで今回,回、会文のほら最初の J のさ最初の発言のところはこ,これを多分踏まえた発言なんだと思いますね争いがあるときに、ね、当事者の確定をあの裁判所することになります。そして2段落目ののとこです当事者の確定 については当事者主義を重視するすればね誰がその訴訟の当事者になるかは、やっぱその当事者の意思が尊重される。 べきですよね民事訴訟ってほらあのその審判対象自体がね、まあ、つまりその訴訟物自体が私法上の司法上のまあ権利法律関係じゃないですかでその司法上の審判対象である司法上の権利法律関係の処分権限ってっその当事者がま持ってるわけなんでねなんでそういった司法上の権利関係を確定するその手続きがま訴訟だって話になればさその手続き面のところでも当事者の意思を尊重するのがこれ世の中妥当な結論だっていう,うに言えるんじゃないでしょうかってことでねでそういううういい価値判断からすると、えー、まずねこういう 言わわれるる見解が出てくるわけですよ、ね、だから理論ってのはそういうものだからね、世の中でだまず妥当な結論ってのが何なんだろうってことが先なんですよ、数学の公式じゃありませんから、法規案っていうのはね、えー、なんかたまたま公式に当てはめたら結果的にいけなりばテたりで計算したらこういう結果が出ましたけど、そういう思考はしないんです、法律家っていうのはね。まずはその事案の妥当な結論ってどこなんだろうっていうのをまず先に考えてね、それを法律家っていうのは理論的に説明するのが仕事だということになってますね。でそういういことにあの学者っっってててててのののは自分の人生生をかけてさ一生涯かけけさ一やる話 あのまあ詰めるのは理想的なんだけどやっぱ迅速な裁判というのもあるからね目の前であの判決を待っている人がいるからどうしても詰められない時はよくあの判例を読んでいるとさ理論が不明確なところがあるじゃないですかあれ、しょうがないんですよ。ねね本当は理論詰めたいと思うんです裁判官もねだけどまあ迅速な裁判というのもあるからさそれで理論を詰めるまでじゃ10年かかりましたとかそういうわけにもいかないからまあしょうがなく判決を出しているというところはあるんですよねでも受験生はどっちかというとあの理論を詰めることが要求されますからねあのまあ詰める方向でこう考えてほしいということになります。 でそこでね当事者の確定についてはという段落二段落目のところ見てください。えー、もう一点言います。当事者の確定については当事者主義を。 重視すれば誰が当該訴訟の当事者になるかはですね当事者の意思、で例、えー、当事者として訴え提起をした原告が誰を反対当事者である被告とする意思を有していたかってことでねで基準とするのがまた妥当ですと、これ意思ですね、だから今回、その原告の意思をまあ尊重するんだったらね、えー、その審判対象自体がさ私法上,の、ねえー、その法上の権利、法律関係なんで、まあ、それを訴訟っいうのはその実態的な権利関係を確定するための手続きなんでね、ね手続き面のところで私法上の権利、法律関係で当事者がの意思が重視されるんだったら、手続き面のところ 重視しましまょうってなったらじゃあ当事者の確定も、まあ、その、ね、当事者の意思を尊重するとで今回はまず原告が誰を被告に訴ええーね、誰を被告として訴えていきたってところをまあ尊重するって観点からじゃあ当事者決めましょうってなったらさ、まあ、今回だとだからエムテックになるんでしょうねこの考え方からしたらね今回あの賃貸人 X さんとしてはさ自分が賃貸者契約を結んだもともとのその MTEC と GTEC 間違ってるから、まあ、名前あれですけどその当初の、ね、賃貸借約を結んだその会社だからこうだよねこうとおつでちょっと略称をつけられてましたけど、まあ、こうの方がまあ被告になっていくということになります。で今度ね次 えーと当事者の確定という段落の3行目の終わりから4行目にかけてですね原告の氏名が暴用された訴訟の時など原告の意思が不明確な時に、まあこれ基準として機能しないこれがちょっと不都合なんですよ、そう一説でねあの、これすごくいい規案だと思います、勝ち判断的にはね、その当事者主義をやっぱりこう貫いてるから、審判対象の設定時点がだって当事者主義なわけだからね、あのとえー、原告が立って審判対象を決めてるわけだから、だからそういう点でその手前の手続きのところも当事者の意思を尊重するのが妥当じゃないですか。だから、まあ、そういうい意意味で当事者の意思をあの基準に、まあ とあの当事者社決めるってのはすごく妥当な理論構成なんだと思うんだけどただケースに事案によってはその、ね、今の考え方では当事者が決められないときは出てきてしまうんですよだからやっぱ万能な枠組みではないんですよねすごくいいところはあるんだけど万能な枠組みではないということになってきますでそこで次の、えー、見解ね妥当な結論を図るために次の見解が出てくるんだけど今のね段落当事者の確定についてはっていう段落の、えー、5行目あたりかなそこでってところですかねそこで、えー、訴状の達、えー いや訴訟において、当事者として振る舞っていたものはね、ね、えー、当事者として判決を受けるだけの手続き保証がされていたと言えることから、えー、当事者として行動したか否かを基準に、当事者を確定するのが妥当だってことね、だちょっと意思だけで、まあ、確定するのが難しい事案も、まあ、あるから、だから実際、その訴訟の現場でね、まあ、当事者らしく振る舞っていた人ね、まあ、その人はやっぱそのね訴訟で手続き保証されてるわけだから、まあ、仮にそれで判決で負けるような判決をもらったとしてもさ、まあ、十分手続き保証されてるわけだから、まあ、その不利益をやっぱり、感受すべきだという、そういったまの価値あ 判断がまあ出てくると思うんだけどねまあそういうわけでその訴訟の現場で当事者らしく振る舞ってた人まあそれが当事者になるんだという考えがこれが行動説なんですよでちょっと今日時間がないから問題文には戻りませんけど今回ねそのさっきの代取 A があたかも新しくできた会社オツの ののように訴訟の現場で振る舞ってたからだから、この行動説によればねそれはもう判決を受けてもしょうがないだろうということでねそのオツ社の大統領 A がオツ,オツ社を代表して訴訟行為を現実にあのやってるわけですからであればそれは当事者は新しくできたオツの方だという形になってくると思うんですよねただ、ねこれもちょっと万能な基準ではないんですよやっぱその事案によってはあの当事者がうまく確定できないときもあるんでねだからそれぞれこの2つの見解すごく合理的なんですよ。 妥当な結論を導くために一生懸命学者の先生が考えてくれたっていう点ではまあ、めちゃくちゃ合理的で妥当なものだったとは思うんだけどただ万能ではないところがありますねで、そういう流れを踏まえて今判例実務の立場となっている、えー、自主的表示説というものがの出てきますで、それがその次の段落ですね 三段落目メモの三段落目、えーまあ、基準としての明確性に優れている、まあ、だからここなんだよね、実的な価値判断から考えたら、一説か行動説になるはずなんだけど、どうしてもそれでは対応できない事案が出ちゃうので、クリックの策でねもう、もう基準が明確じゃなければ、結局は実際実務では使えないって話になって、そこで表示説みたいなものが出てくるんですよ、まあ、そういうことで読んでいきましょうか、えー、基準としての明確性に優れていることをまあ強調すればね、ねうい者の確定の基準としては表示説が妥当だということになりますね。ただ実実際はあの判例実務は例務、まあ 実際にその単に原告欄とか訴状に原告の氏名とか、ね、被告の氏名書いてあるんだけど単純にそこだけで当事者確定しているんではなくて、まあ、請求の趣旨とか原因とか、ね、その訴状全体の記載を合理的に解釈をして、ね、必要があれば解釈をしてで誰がその当事者として表示されているのか誰が原告として表示されているのと見るのが妥当なのか誰が被告として表示されていると見るのが妥当なのかということを裁判官はまあ考えているんですけどでそういう考え方のことをね 当事者確定してないから実績、まあ、表示説というのにあの実務ではまあ言われてるんですけど、まあ、それが今あの主流になってます実務ではねというわけで、まあ、そういう流れからこう実は出てきてるんだよねでも自分が受験生の時はね実績表示説丸暗記丸貼り付けしてもまあ処理ができるような問題だったんで <laughs> まあ楽をさせてもらいましたねところがまあ最近はあのやっぱそういう感じではないのでねやっぱ事前にあのまあ当事者の確定で超重要論点なんですよでそういういいい時にその重要論点だけでいいから その1個の見解しか知らないっていうんだとねいやその問題の取材が分かんない、なんであのそういう考え方があの出てきたのかってところがまあ理解できないとしょうがないんで最近の試験だとねだからそういすべての論点をこんな細かくやってたらもう身がもたないから受験生だって科目,科目たくさんありますからねこミニスト消防だけでそんなやってらんないでしょ全すべての論点をいろんな説まで押さえてらんないから、まあ、少なくてもでもねあの超重要論点に関してはちょっとこう1個の結論 一個の見解だけではなくてね、まあ、そもそも何でそういう考え方が出て,出てきたんだろうっていうところねそこちょっと気にしてほしいんだよねでなんでそういう考え方が出て,きて出てきたんだろうってことをちょっと気にするとその過程でおのずと反対説なんかに触れることがあるんじゃないかと思うんだよね無理して反対説を,反対説をこ,う、まあ、こうね探,探,探そうとすると細かくなっちゃうんだよ <laughs> あの、まあ、無駄なことやってる可能性もあるしね受験対策との関係ではねだけど、まあ、段まあ自分が取ってる自分の見解、まあ、自説 についてねなんでそういう考え方が出てきたんだろうってちょっと考えてほしい。でその考える過程でまたまたまなんか反対説に触れるときもあるんじゃないかっていうね、まあ、それぐらいでいいと思いますよ。じゃないと身が持たないですよ、受験生ね。えー、というわけで、まあそんな感じで勉強してください、今後ね。さて、じゃあ今度ね、刑法いきます。えー、出題の趣旨の冊子はちょっとページめくってもらって、まあ、41ページになりますね。刑法41ページ、出題の趣旨のレジュメね。で、問題文の えーとレジュメはちょっとこうペラペラってめくってもらうとね今度、刑事系科目第一問という,うにあの書いてありますので刑事系科目第一問のところをちょっと見てくださいで今回ね、ねまたこれ最近の試験傾向をよく表してるなっていうねところをちょっとあのご指摘してねで今後のどういう勉強普段からや,あのやっていかないといけないのかっていところのちょっところ参考にしてもらいたいのねこれも結論としては超,超有名スーパー有名論点が出てるんだけどそのままやっぱ貼り付けられないようにあのなっているところがあります。でそれが どういうことかというとね、あの正当防衛の成立要件。の一つである、その旧悪性の侵害の旧悪性の要件ね。 であれ近似あの結構有名な最高裁判例が出ててで受験生そこは結構気をつけてねあのやっぱ合格するような人っていうのはその旧学生の,あの新しい判例ねえその侵害を予期してであえて積極的になんか対抗行為になんか出てしまった時にね正当防衛の趣旨が妥当しないんだってことでそれで旧学生が否定されるって超有名判例があるんだけどあれがテーマになってるんですよで前提としてその判例がまずだから頭の中に入ってないとどうしようもないんだよねあの今日ほら行政法なんかでもさあの検知確認の昭和59年の最高裁あれが頭の中に入ってなかったらどうしようもないっていのあるじゃないですか。 あれと同じレベルなんですよ。この刑法を単独で合格点を取ろうと思ったらね。例えば、正当防衛のところが出たときに、まあ、近似ね、えー、その侵害を予期して、まあ、対抗行為にこう望んでしまったような事案の時にですね、どういう枠組みで、えー、その急悪性を判断するのが妥当なのかって観点からの判,決が判決が出てますんで、まずそこが基本的に理解できていることが、あの前提になっております。ただ、他の科目と同じなんですよね。その判例、そのまま貼り付けても、結局、題に答えられないっていう話でね。その応用を、その問題文分析して。 その,その範囲をどういうふうに応用することが求められているのかということね、ねそこのところを理解をしていかなければいけないんですけど、そういう問題になっています。で、ちょっとご紹介します、えー、正当防衛はね、ちょっと同時に見ていきましょうか、まずはあれだな、基本知識の方から、かあの詞から確認した方がいいかな、えー、と出題の詞で言うとね、44ページ見てください。 44ページね、ちょっと時間の都合で全部はお話しできないんですけど、ただ、今後の皆さんの試験対策としても役に立つと思いますのでね、生徒覚えて超重要論点なんですよ、でこれ、1回出たから、じゃあ、翌年出ないかって、そんな甘い試験じゃないから、立て続けに出る可能性もありますしね、まあ、そういうことで、ちょっとこう、役に立つと思いますんで、44ページのところを見てください、今、取材の市のレジュメですね、で、えー「設問2について」っていうタイトルになってて、括弧1、オツが A を一つして、障害を負わせた行為についてって話なのね、で1個目のブロックのところなんですけども、 結論から言うと A がに襲いかかるんですよところが判例の事案と違って判例の事案っていうのは襲いかかられた人が正当防衛行為を増してねでそれで正当防衛になるかどうか防衛行為をして防衛正当防衛が成立するかっていうのが問題になったんだけどこれ司法試験の事案ちょっとひねってきて、えーまあ、A がこうに襲いかかるんだけど防衛行為をしたのは第三者オツなんですよね。でそういうい時に 仮にその例のね、あの侵害予期して、まあ、積極的になんかあえて加害行為に出たような時に、旧悪性してした判例を、まあ、使うにしても、これ、誰を基準に、その29年判例を適用していけばいいのかということを考えさせる、まあ、問題になってるんですよ、ね。判例の事案だから単純だったんですよね。まあ、侵害予期して、相手対抗行為にまあ出た事案でねで、そういう時に一定の要件のもとに、政党防衛の趣が妥当しないということで、侵害の旧悪性がね、まあ、あの否定されるような判例が。 まあ出たわけなんだけどえ、今回はその防衛効用に出たのがね。ちょっと他人だったんでね。で、そういう時にその29年判例を今回というか。まあ,あの。 侵害を予期して対抗行為に出たっていう事実があることには間違いがないから、そのやっぱり最高裁判例の考え方を使わなければまいけないんだけど。でも、実際に今回その在籍が聞かれてるのは、その、えー、第三者の在籍が聞かれてるのね。実際に侵害が向けられた人ではない人の在籍がまあ聞かれてるので、その判例の射程みたいのをちょっと考えないといけないんですよね。で、それやっぱ正党防衛の趣旨から考えることになってます。現場で正当防衛の趣旨っていうのはこういうことだからまあ、そういった趣旨からしたら、まあ、例えばよ。第三者がやった時に打倒しないんじゃないか。あるいは打倒するんじゃないかってことを。 自分でで考えてていくくことになっていくんですよねでそこでね、ちょっと見ていきましょうか。44ページの1個目のブロックね、カッコ1のすぐ下のところ。えー、これ、オツはね、これがもう実は第三者なんだけど、オツは A が、コウを、ね、今3人出てきてますよね。これ A が侵害者、でこれはこうがあの侵害を受けてるまあ人なんですよ。実はコは あの侵害予期してまあ狂気準備したりとかね結構あとわざわざあの A の呼び出しに応じて行ったりとかってことで例の基本的な最高裁判例を踏まえるとこの公にはね旧悪性が認められないようなあの事案なんですよでも今回はその公の在籍を聞くんではなくてあのそのオツの在籍ね助けに入ったオツの在籍聞いていく感じになるんでひねりが入ってます。そでもうとも一回 オスは A がコウダーしようとしているところを偶然目撃し、A がコウに対して一方的に攻撃を加えようとしていると思い込み、コウを助けようと考え、A の背後から本剣ナイフで A の右上右上腕部を突き刺しね、で A に障害を忘れていると、でオスの行為は有形力のこれまず構成権該当性の話ね、でここそんなに問題がないんでさらっと流してくれっていう趣旨のことが書いてありますね。オスの行為は有形力の行使により A の生理的機能に障害を与えておりね、また少なくても、えー、これ主観面でね、えー、その暴行の行為に基づいて。 その行為に及んでいることからだからまず、公正要件レベルだと客観面、主観面ともにあの障害罪のところで一致するので、まあ、障害罪の公正権に該当するということになりますね、公正要件の該当性というのはあの客観と主観が合ってないといけないんですけどね、まあ、これ今回、障害罪のところで合ってますというそういうい認定になります、まあ、当たり前のことなんだけど、あの点数、配点がされてるから、答案に書かなければまあいけないんですけどね、ただ、あ,のあんまり問題、ここのところね、公正権が該当するところで大問題るような事案はないから、まあ、軽く書くような感じ、ね、で、失礼の人も軽く書いてあるでしょ あの趣旨とか採点時間の,、ね、その書きぶりってすすごい参考になるんですよよく自分で過去問検討して趣旨や実感にないことを思いついてしまった人それはねあの何かあのこうね基本知識の理解を誤ってるのかあるいは問題文をなんか誤読してるのかね何か原因がある可能性があるからそこはよく分析してほしいと思いますね。取材の人は採点時間がおかしいっていうのは普通にあんまりないから司法試験レベルになるとね。試試験験ととか予備試験レベルになるとねだってそのこの国のトップの人たちが集まってあのやってるわけだからさ問題作ったり趣旨とかやってるわけだから基本的に趣旨や実感に書いてないことを思いつい たらねそれは思いついちゃった人の方が間違ってる可能性があるから、ちょっとそこはね、原因究明した方がいいと思いますね。で、あとね、それが、各論点、どれぐらいの分量書いてあるのかってところも参考なんですよ。その事案で重要なことに関しては、要は答案にたくさん書くべきことに関しては、長く書いてあるし、逆に、その短く出演の人か採点時間があの書いてあることは、その事案ではあんまり問題にならないことなんで、その答案に長々書いちゃいけないってことでね、まあ、そういうところでの,あのヒントになるんです、この出演の人か採点時間ね。だからやっぱり、合格あの、本気で合格したければね、あとなるべくいい点数取って合格した っていうんであれば取材の人が採点時間っていうのをね早いうちから分析しないとだめなのね、こんなの急に試験の直前にあたって絶対身にならないから、深いからね、取材の人が採点時間というのはめちゃくちゃ深いから、そんな試験の2、3ヶ月前からはじ初めて見ましたとかね、まあ、はっきり言って、まあ、1年前から見たって遅いと思うんだけどねあの、1年以上前から多分見ないといけないと思うんだけど、本当にちゃんとあの理解するんだったらね、でもあのその勉強するときの参考にしてもらえると思うんですよね。さてで今度、ね、2個目のブロック ですけど最もこうあ、オツは、ね、こうを助けるため、あこれ普通にあの正当防衛の要件、形式的にこうなんか充足しているような感じのことが書いてありますね、こうを助けるため、つまりほら防衛するためってあるでしょあの条文で、ねえー、こうを助けるため、A の右上腕部を本件ナイフで突き刺したものであるから、正当防衛が成立する、まあ、余地があると、まあ、最終的に成立するからちょっと置いといてね、一応、その途中の思考過程としてはね、まあ、余地があるということで。 ただね、ここで論点が出てきます。えー、2行目、ね、2個目のブロックの2行目で、非侵害者である項は、今ね、侵害を受けてる項は、A からの侵害を予期して、で、対抗行為に及んでますと。慣れてない人は2行目の、この予期っていうのと、2行目の比較的終わりの方ね、予期っていうのと対抗っていうところを、さらになんか丸かなんかつけて、ちょっと目立たせておくと、このね、 あのの判例のね新しいこの判例の適用事案になるんだということがよく理解できると思いますね。侵害予期事案であえてなんかこう、ね、対抗行為に臨んじゃった人っていうのは正当防衛の趣旨が妥当しないんですよ、でその趣旨が妥当しないのを正当防衛の成立要件との関係でどう説明するかというと、侵害の急悪性がないっていう形で説明されるんですね。 まあ、そういういことでポイントね、ねこれからお話しする判例の適用がされる前提として、この予期と対抗なんだよね、侵害予期して、相手対抗したときねで、そういう時に正当防衛の指示が妥当しないということで,で、それを正当防衛の成立要件との関係で言えば、侵害の急悪性がないってことでね、そういう形で評価がまあされますと。 いうことになりますでそこでねこの今の2個目のブロックの3行目、まあ、そこでってとこなんですけどそこでオッツの正当防衛の成否を検討するにあたっては正当防衛状況を基礎づける侵害の急迫性が認められるか否かが、まあ、問題となるところ本事例ではでこれ、自分で気づかないといけないのね、この後本事例では非侵害者と。防衛者が同一ではないことからね、えー いずれを基準に侵害の旧惑性を判断すべきかとの問題の取材を示すねこれでは現場で気づくわけですよね、判例の事案と違うなということでね、判例はあの、まあ、別に二等自者しかいないから単純な事案だったんだけどね、今回、防衛行為、侵害を受けている非侵害者と実際、防衛行為をした人が別の人になっちゃってるから、えー、判例の事案と違うんですよ。 まあ、そういうことでね。いずれを基準に侵害の急悪性を判断すべきかとの問題の指示。それ示しつつ、えー、根拠とともに自らの立場を示しね、えー、それに基づいて侵害の急悪性を検討する必要があるってことね。で、これ何これで学んでもらいたいことはね。あのこういう質の問題が最近は出ますよ。ってことなのね。だから、このまず侵害の急悪性に関しては、この有名な元ネタの判例があるから、あれはよく理解しておかないとダメです。これはあの行政法のところで言えば、今日の話で言えば、あのさっきの建築確認のね。昭和59年判例に匹敵するぐらい。すごい大事な。まあ判例なんで <laughs> 事案でやっぱポイントと阪神のポイント。 頭の中に入れとかなないいとそそもそも答案が書けないんですよ白紙の答案を最初渡されるでしょう試験開始時にねそこまとまること何も書けないからそういう大事な判例をちゃんと理解しとかないとねでそれができてることを前提にその先のことを聞いてるのが聞いてくるのが試行試験なんですよね、まあ、予備試験もそうだけどねあの、まあ、そういう感じで日頃はだから判例をよく理解する勉強をよくしておいてほしいって話なのねでこれはちょっと現場思考的な感じになってきます。で一応一つの考え方なんですけど えと3つ目のブロック見てください。えー、3つ目のブロック。一応これ、回答の方向性がなんとなく書いてありますね。えー、刑法36条は、規約性の侵害というえ緊急状態の下でね、これ、要は正当防衛の趣旨を分析しています。正当防衛の趣旨の分析ですけど、えー、刑法36条は、規約性の侵害という緊急状態の下で、公的機関による法,法的保護を求めることが期待できないときにね、侵害排除するために、指示による対抗行為を例外的に供容したものだと。 ゆえにですね。3行目侵害の回避が十分可能であるのに、積極的な態度で侵害に臨んだものはえー、これはね。侵害にあえて身を晒すことでそれを受け入れているので、これほらあの刑法の世界も結構利益考慮なんだよね。民事系の科目も利益考慮。考量後方系の科目も利益考慮。考量刑法の世界もまあ利益考量。ただし、刑法はあの財形法定主義っていうのがあってで、その派生原理で類推解釈が禁止されてるから <laughs>、妥当な結論を導くための理論構成としては類推解釈は絶対していけないのね。民事系とか広報系はまあやること多いですけど、特に民事系。 多いですけどね。っき94条の2項の類推適用の話しましたけど、まあ、刑事系はね類推解釈がしちゃいけませんだけどその根底ねその利益考慮するっていうところはあの一緒なんですよただそれを類推解釈っていう理論構成は取っちゃいけないってことでねもっと明確な枠組みをあの理論を立てていかないといけないんですけど、まあ、そういう点で、えー 考えていきます、まあ、そういうことでもう一回ね、今の、えー、と3つ目のブロックの、まあ、3行目からいきますか、侵害の回避が十分に可能であるのに、積極的な態度で侵害に臨んだものは、侵害にあえて身をさらすことでそれを受け入れているので、侵害に対する擁護性を欠くんだってことね、広報系でも民事系でも何でもね、その2つの利益の擁護性をこう比較してさ、どっちを勝たせるのかっていうのが、要は極論なんですよ、何があの大事なのかっていうとねで。刑法の世界も実は一緒なんでですというわけで 侵害に対する擁護性を書きね、ね、まあ、利益の擁護性を書くということでね防衛する側の利益が、要は擁護性がちょっと劣っちゃうということでね、えー、侵害してる人との利益との関係でね、まあ、そういうことで、刑法36条の趣旨が妥当しないと,と考えればね、で類推解釈がしてませんよね、類推解釈が絶対だめよ、刑法の世界はね、刑事系の科目は。 まで考えれば、正当防衛を否定すべき事情は、もっぱら非侵害者を基準として判断されることになるんだみたいな感じで、ね、まあ、一応方向性が示されているということになってきますね。というわけで、どうでしょう、皆さん、こんな感じの質なんですよ。 だから、教日さ一貫して、ま,あ、まだあのちょっと刑事訴訟の科目載ってますけど、あの今のところ、やっぱほら重要判例はちゃんと事前に理解をしておかないとどうにもならないというのはあの分かりますよねで、しかも結構深い、その重要判例に関してはかなり深い理解をあの要求してきますのでね、やっぱその大学の学部の試験とはやっぱ違うと思うんだよね、ちょっとまあ学部の試験、す、ま、べ、あ、ての大学の別に期末試験見たことがあるわけじゃないから <laughs>、あまり迂かつなことは言えませんけど <laughs>、でもやっぱり、その思考試験、深いなと思うんですよ。まあ、判例ををちゃんととよく理解してることを前提にね 結構ひねりを入れてくるので、まあ、そこに対する対応能力が、まあ、あるかどうかってことね、えー、そこのところをこうやっぱり事前に準備するためにはね日頃のインプット学習の質の高さっていうのはまあ大事なんだと思いますねだ少なくともから予備校のなんか教材あの論証パターン集みたいのを丸暗記してでその論点はもうマスターしましたみたいなそういうんじゃないと思うんですけどねどうでしょうかねこういう、まあ、過去を見てるとね、まあ、そういうんじゃないんじゃないかなっていうのは思いますよね。 まあ日頃からだからインプットをちゃんと勉強しましょうってことですよ、あの簡単に言ったらね。<laughs> さて、じゃあ最後、刑事訴訟法の科目です、刑、え、訴、ー、法の科目はね、このままちょっとページめくっていって、ですね出題,の出題の趣旨のレジュメはあの53ページになります、これもちょっと面白いところ、1つ紹介できますんでね、えー、と53ページ、えー、出題の趣旨、そして問題文のえ方はですね、ちょっと問題目くって、あの刑事系の第2問のところになりますね。 で今後の皆さんの試験にめちゃくちゃあの役に立つような情報があります。これ、あの刑事系に関しまして、まあ、全部の科目は、まあ、役に立ちますけどね。特にあのもっと直接的にね、あのああいろんなところでこう俺役に立つなっていうね、そういうあの情報がありましてね。でそれがねちょっと素因に関する問題なんですよ。でちょっと問題文の 刑事系第2問の4ページ開けてもらえますかこれめちゃくちゃ今後の試験に役に立つ,と立つはずですその知識の質からしていろんなその素因に関するいろんな論点に応用できるので、えー、これはすごく役に立つと思いますねで4ページのね今刑事系第2問の問題文のね4ページの えー、説問2の縦1のところ、これですね、ここすごい大事な問題になります。で、あの大した問題じゃないので、えー、ちょっと読んでいきますね、大した問題じゃありません。えー、説問2の縦1ね、今、刑事系第2問のね、問題文の冊子の4ページのところを見てます。要は一番最後のところですね、問題文の冊子だとね。で 縦一、えー、裁判所が、まあ、なんか一定の新証になんか至ったんですけどでそれであの検察官が起訴状に書いた控訴事実と裁判所が証拠調べの結果得た新証の,、ねえー、の事実がちょっと食い違ってるんですよ。 で、それでこの2行目のところ、縦位の2行目ね。裁判所が結局、心象通りの事実を認定してまあ、判決することが許されるかってことでで、これ聞かれたら基本知識がまあ頭に入っていることが前提なんだけど、素因変更の手続きをする必要があるのかどうかってことは実は聞かれてるんですよね、えー、その検察官が素因として提示した。まあ、基礎上に構想事実のが書かれてますけど、検察官が審判対象として設定したね。まあ、構想事実の内容とで裁判所が証拠。調べの結果、頭の中でも得た。心象がね。これ異なっているときにまあ、手続きをしようって。形で素因変更の手続きして。 防御の機会を与えないまま裁判所がそのままね、新証通りの事実を認定して有罪判決を言い渡していいのかっていうね、そういう素因変更の容否の問題がま聞かれてます。でこれちょっとあの、そういう思考方法ができるためには、係訴法の基本知識をちゃんと体系的に学んでおかなければいけないので、係訴法のまだ勉強をちゃんとやったことがない人は、あのまあ、そのうち学んどいてください。いきなりこういう思考はできませんから、この説問1を今見ただけで、今みたいな思考はできないんですよ、いきなりね。ちゃんと、あの素因のところを体系的に好き嫌いせずにね、順番にちゃんとね、訴因変更の容否のところだけじゃなくて、 そもそもソインって何なのかというところからね、順番にあの本をあの読んで理解した人じゃないと、そういう理解できませんからね、で今あの、距離はできませんから、あの後でやってください、まだ勉強してない人ね。で、それを前提にね、5ページのところですね、今回、控訴事実、資料1が控訴事実で、で資料2が裁判所の新証なんですよ、で今回、この資料1と資料2、これを使ってちょっと処理をします。で控訴事実のの特徴はねこれあの放課の 事案なんですけど放火の犯行対応が結構具体的に書いてあるのが控訴事実になりますそれに対して裁判所の,裁判所の審書はね結局、ね方法が特定できなかったんですよねでそんな中でまああの有罪判決をするっていう話になってくるんですけどでそこで、えー、控訴事実は3行目の終わりから4行目にかけて点火した石油ストーブを点灯して火を放しってことで検察官はまずあのこう具体的に、ね、放火の対応を審判対象としてこう出してきてます、祖院として。 に対して裁判所、まあ、一生懸命証拠調べしたんだけど結局、まあ、分からなかったんですよね。 まあ、放火って結構密室で、そのほら、誰もいないところであの、やられる可能性があるから。あ、けって犯人が喋んなかったら、分かんないところがあります。火ついて、ほら、大体燃えて、もう大体もがなくなっちゃうでしょだから、それで、ね、犯人があの、正確にちゃんと自白してくんないとね。まあ、補強証拠がないと、もちろん自白だけで実認定できませんけど、補強補足,補足があるんでね。でも、今、ちょっと、まあ、そういう、なんか難しい話は置いといてね。まあ、いずれしろ、あの、放火の事案でね、結構ね、あの、犯行方法、裁判所が証拠から特定するのって難しいんですよね。まあ、そういうことで、裁判所つはしか、仕方なくね。でも、絶対、この被告人がやったことは間違いないっ時に、あの。 有罪であのそのまま取り逃すわけにいかないから、まあ、そういう点でほら、えー、これ資料に罪となるべき事実の2行目の終わりから3行目、何らかの方法で火を放し、ここでいいですあの、何らかの方法で火の話、ね、この3行目のところ、こういう感じで、まあ、有罪判決をあの言い渡そうとしましたねで、こういう中で素因変更しなくていいのかということを聞かれてます、説問1のところね、で素因変更の要否に関しましては、ちょっとこちらこの話が応用できると思います、いろんなところで。えー、と レジュメね、講師レジュメの方ね、取材のしジュメの方の、まず58ページを見てください。まず、素因変更の用意ということで、まあ、論証例ですね、これ、私の矢島進部と講座の刑事訴訟法のテキストの論証例なんですけど、まずこれ、頭の中に入ってないとだめです、これね、13年決定の枠組みなんですけど、でこれをよく理解していることがの前提になります、あの先ほどの問題、特にね。で、 58ページの一番上の論章例を見てください、警、え、察、ー、法は、訴因の設定を検察官の権限として、まあ、当事者主義を採用していることにまあ考えみるとね、まあ、民事訴訟でも、あの刑事訴訟でも当事者主義なんですよ、あの戦後の日本はね、えー、民事訴訟だったら、ほら、その審判対象たる訴訟物で原告が、当事者の一方たる原告が設定しますし、刑事事件だったら、その当事者の一方たる検察官が設定するんでね、裁判所が勝手にあの審判対象を設定することは許されてませんから、現行法ではね。えーまあ、そういういことで 警、えー、法は、素因の設定を検察官の権限として、当事者主義を採用しているに考えると、でここからは、ね、捜査の機能ってこういう理解がされてるんですよ、まずは、その審判対象の確定機能、これがもう第一の機能ってことでね、当事者主義から、あそして、えーまあ、一方、審判対象が確定されればさ、まあ、反面、その被告の防御の対象も、ね、確定されるんで、被告の防御に役に立つじゃないですか、なんでこれ、副次的に、二次的に防御機能を果たすという形で、主従をつけるんですよ、最近の考え方はね。 考え方であり、平成13年の最高裁決定の考え方になります。で、そういった素因の機能からすると、どういう時に素因変更が必要なのかね。裁判所が有罪判決を言い渡すにあたって、どういう時に素因変更が必要なのかっていうのは、この素因の機能から導き出されることになるんですよね。で、そういったことでまずね。その確定機能っていう観点からしたら。 この論証例の、ね、5行目、ですかね素因の機能からの後まず審判対象の確定をするのに必要な事項が変動する場合には被告人の防御にとって不利益か否かをもう関係なしにね必ず素因変更をする必要が出てきます。じゃないとほらあの審判対象じゃないものについて判決しちゃったのと同じになっちゃうから民事訴訟法でもそれやっちゃいけないでしょ、民事訴訟法の246条で裁判所は当事者の申し立てない事項を判決しちゃいけないってのあるわけじゃないですか、だから民事でも刑事でも審判対象になってないものに対して判決しちゃいけないんですよ。 もう一言で言たら当事者主義だよねで、そういうことで、先ほどの当事者主義から来る審判対象の確定機能からしたら、まずは審判対象の確定に必要な事項が変動した場合は、もう被告人の防御とかもう有利不利関係なしに必ず損害変更しないと、その心証通りの事実を認定しちゃいけないんですよねで、今回ね、その放火の犯行対応がまず審判対象の確定に必要なのかどうかということを自分で考えないといけないということにもなってきますね、ここのところがね。で、仮に、えーまあ、結論から言うと、実は確定に必要な事項ではありません。 ののででその先に進んできます確定に必要じゃないということはとでお話しますから最後にねで確定に必要じゃないってことになると次の2段階目以降の審査になるんだけどこの論証例の続き、2ですに、ね、審判対象の確定に必要な事項でなくても被告人の防御にとって重要な事項を検察官が総意に明示した場合はねで今回、あのもし丸一クリアして丸二に来たら、まあ、あの犯行の対応あの検察官が総意に明示しているから丸二が適用される場面になりますから。でそこで えー、その素意に明示した場合は、えー、裁判所がね、えー その実質的に異なる認定をする場合は原則、素因変更いるってことね、これはね防御機能から来ています、えー、まあ確定に必要な事項じゃなくてもさ、まあ、一方、ほら、副次的に防御機能というのがあるから <laughs>、だからそういうね確定機能の観点から素因変更が強制されないとしてもね、ね、まあ、防御機能の観点からまあ素因変更を要求しましょうって話になってくるんですよね。だけど、もともと防御機能の観点からの素因変更っていうのは、必須のものではなかったがゆえにです、ね、例外っていうのが強要されることになるんですよ。でそれが ③ になります、えー ③ え前期丸2の場合でもねつまり、審判対象の確定に別に必要な事項じゃないと、ね、検察官が総理には明示してるけど別にその審判対象の確定には必要な事項じゃなくてもただ審理の経過に照らしてなんか被告人に不一致になっちゃうよう、ね、な被告人の防御を全く無駄にまあしちゃう。 ようなものじゃなくでかつなんか例えば量刑面なんかで被告人が不利益にならないときは、まあ、そいう時別に訴因変更しないまま、ね、裁判所は真相通り判決しちゃっても、まあ、別になんか被告人に不利益が及ぶわけじゃありませんから、まあ、それでいいんですよというね、まあ、そういうあのものになってますねだからまず1の要件というのは審判対象の確定機能から来てますで2と3はその副次的な、ね、防御機能のところから来てるということで順番がちゃんと整理されてるというところがポイントになるんですねで今回放火の対応が、まあ、実は審判対象の確定に必要ではないという話は、えー、とちょっとページめくります この,補助あの公私レジュメのっ、ねえー、と六62ページ見てください、えー、と平成2十年の最高裁決定なんですけどもね。 平成24年の最高裁決定で今回、ちょっと審判対象の確定に必要じゃないっていうことだけ理解してもらえれば今後の皆さんの,あの試験対策に役に立つと思うんですよなんでそこだけお話してこれ、授業終わりにしようと思ってます、もうちょっと時間になっちゃうので、もう終わりにしないといけないので、ね、ちょっと全国同時中継でやってますので、ちょっと他の全国の、ね、教室割がどうなってるかわからないので、ちょっと終わりにしないといけないんですけども、でそこで、えー、と63ページの2個目のブロック見てください、あの補足するとっていうところですね。 補足すると、えーね、今、63ページです。あの補助レジメ、ね、取材のしジメ六、えー、63ページの2つ目のブロックです。えー、補足すると、本決定は平成13年決定を参照にしつつね、要はあの先ほどの,あの論証例が13年決定の趣旨を踏まえた論証例なんだけど、それを参照しつつ、平成13年決定が示した損異変更の判断枠組みのうち、丸一の点に言及してないと。でこれはで、この先だけ今日理解してくれればいいです。ちょっとこの今、上のところはね、ちょっと難しいんで、とりあえずこれ,これはの後で、放火罪に関しては実行行為の具体的対応の違いがあっても、 これ結局ね 刑法の理解になっちゃうんですよね今、刑訴法の科目なんだけど、その実は、一の当てはめができるかどうかって、刑法、覚論の、ちゃんとあの構成要件の理解ができてるかどうかになるんですよ。でそこでね、もう一回、この繊維であるところ、放火罪に関しては実行行為の具体的対応の違いがあっても、該当する構成要件が変化するわけではないため、ほらあの放火罪の条文、後で6歩引いてくれたらいいと思うんだけど、例えば108条のね、現状建造物と放火罪は、まあ、その放火してしか書いてないんですよ。そそれをを例えばなんかストーブを倒し蹴り倒してととかうういいいころでではは書いてないので実は審判 別に具体的なその対応まででは要求されてててなないっっ話になってくるんですよねその、えー、対応が変わることによって別の構成要件に該当するってなったらさそれは確定にね審判対象の設定に必要な事項にはなるんだけど放火罪に関しては、まあ、条文あ後で見てもらったら分かるんだけど実行行為の対応としては放火してなんですよ。 でもうちょっと分かりやすく言ったらさ、あの他の罪でいろいろ考えたらあの理解深まると思いますよ、詐欺罪だったら人を欺いてるでしょで、そのどういうふうに欺くかっていうところまであの書いてないからね、だからまあそういう点で、例えば欺くあのほら対応もいろいろあるじゃないですか、不作為で欺いたり、あの作為で欺いたり、挙動で欺いたりね、でもそこのところっていうのは実は審判対象の確定に必要な事項ではないので、丸1の,あのさっきの損益変更の要否の枠組みの一からしたら、審判対象、必ずしも、ね、確定必要じゃないから、必ずしも損益変更しなくてもいいんだっていう話になってくるんですよね。であとは防 機能の観点から、そのさっきの丸○○ 3の要件の観点から、そういう人がはいるのかいられないかってところを具体的にその事案即死でまあ検討することがまあ大事になってくるって話なんですよね。というわけで、以上、えー、と時間になりましたんで、えー、こんな感じです、まあ、一応、なんか少しでもね皆さんにあのこの2時間の中であの役に立ったことがまあ,あればねまあいいんじゃないかと思いますね。まあ、そんな感じで、このあと年明けに採点時間の物理会をまたやってね、ねもうちょっと深い話をえしていこうと思いますのでね、ね、まあ、機会があったらぜひまた来ていただければと思います。じゃあそんな感じでで本日はお疲れ様でした